も、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、最近は手紙を書くことがめっきり減ったわね。ああ、そうだな。今は便利なスマホがあるし、わざわざ切手代を出して手紙を書く人も少ないだろう。でも、文通ってなんだか憧れるわ。お返事を待って家のポストを覗く経験をしてみたいのよね。お、それじゃあ私と文通してみるか。毎日のように会える魔理沙と文通しても楽しくないわよ。遠方に住む友達とやってみたいのよ。なんだ、それは残念だな。私もポストに手紙が届くっていう経験をしてみたかったぜ。しかし、過去に恐ろしい手紙が届いた事件もあるんだぜ。そうなの？なんだか不気味ね。ということで今回は、ゲイランバル4兄弟殺人事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。その事件は1979年1月6日に、シンガポールのゲイランにある団地の一角で起きたんだ。その団地には、夫のダンク・エンチャイと妻のリー・メイイング、そして夫婦の子供4人で暮らしていたんだぜ。6人家族か、現代にしては大家族の部類に入るわね。ああ、子供たちが眠る中、仕事に出た夫妻が出先から子供を起こすために、家に電話をかけたことが事件発覚のきっかけだったんだ。何があったのかしら？いつもなら、電話の音で子供たちが、起床してすぐに電話に出るはずだったんだけど、この日は出なかったんだぜ。4人も子供がいるのに、1人も出なかったのはただごとじゃないわよね。そう。ただ、いくら子供たちが電話に出ないからって、仕事を放り出すわけにはいかなかったから、夫妻は仕事を終えて、すぐに帰宅したんだ。それでどうなったの？帰宅した夫婦が目にしたのは、血まみれで亡くなった子供たちの姿だったんだ。両親の不在中に一体何が？この事件の怖いところは、そこだけじゃないんだぜ。何かしら？事件から2週間後に、犯人と思われる人物から手紙が届いたんだ。え、犯人からの手紙？その内容は、子供たちが亡くなったことを悲しむ両親を嘲笑うもので、手紙の中には、妻のことを知っていないと書けない内容も含まれていたんだが。だが、その手紙だけじゃ、犯人逮捕につながる手がかりは得られず、結局、犯人を特定して逮捕するまでには至らず、今でも未解決の事件となってしまったんだぜ。ご両親、さぞ悲しいでしょうね。事件発生時の状況を説明する前に、まず、この家族について詳しく話していくぜ。お願いするわ。家族はシンガポールに住んでいて、家は10階を超える大きな団地の一室だったんだ。シンガポールにも団地ってあるのね。ああ、シンガポールでは、HDB 住宅と呼ばれる10階以上の集合住宅が多く、一般的な収入の家庭は、団地に住んでいることが多いんだぜ。じゃあ、被害に遭った家族は、シンガポールでは、ごく普通の暮らしをしてたってことね。家族構成は、夫妻と10歳の長男、8歳の次男、6歳の三男、5歳の長女だ。なかなかの大家族ね。そうだな。妻のリーは、末っ子を出産した後、これ以上子供が増えないように、避妊手術をしていたそうだぜ。え、避妊するのはわかるけど手術までするの？ああ、事件が起きた70年代頃は、政府が人口爆発を危惧していて、子供は2人で十分だと、避妊手術を推奨するキャンペーンまでしていたらしい。なるほどね。中国の一人っ子政策を思い出させるわ。そうだな。そして夫妻の仕事についてだが、2人はスクールバスを運営していたんだ。シンガポールでは、子供が学校へ行くときはスクールバスを使うか、親に送迎を頼むのが一般的だからな。それで仕事から帰ってきたらあの惨状か。事件について、もう少し詳しく聞きたいわ。普段、夫妻が出勤で家を出る時間は6時35分頃で、事件当日も、二人はいつも通りの時間に家を出たそうだ。そこはいつもと変わりなし、ね。その時、子供たちはみんな眠りについていて、起きている子は1人もいなかったんだぜ。特におかしなところはないわね。ああ。そして夫妻は子供たちを起こさないように、4人の子供たちの寝顔を見てから、静かに家を出たんだ。微笑ましいわ。そして、夫妻が家を出てから40分くらい経って、いつも通り、学校へ行く子供たちを起こそうと、電話をかけたが誰も電話に出なかったということだな。じゃあ、犯行はその40分の間に起こったってことね。いつもなら、最初に電話に気づいた子が起きてきて、両親からの電話に出るはずなんだが、この時は、誰も出なかったんだ。ご両親はとても心配するんじゃないかしら。うん。だから、夫妻は不安になってしまって、隣人に連絡をして、子供たちの様子を見に行ってもらうよう頼んだんだぜ。お隣さんはちゃんと様子を見に行ってくれたの？隣人は夫妻に頼まれた通り、様子を見に家に行ったんだ。そして、家の外から声をかけたんだが、家の中からの応答はなし。だから、隣人は呼び鈴を鳴らしてまた様子を確認したが、全く返答はなかった。それどころか、家の中からは物音一つしなかったんだ。その時にはすでに子供たちが亡くなっていた可能性が高いわね。その後、隣人はその様子を夫妻に報告したんだ。当然、夫妻は不安で混乱し、今すぐ帰りたい気持ちでいっぱいになったんだが、スクールバスという職業上、仕事を放り出すわけにもいかず、夫妻は不安を抱えたまま仕事をしたんだ。生徒たちを学校へ送り届けなければいけなかったのね。
そして、最初に子供たちに電話をかけてから3時間後の10時に、やっと二人は仕事を終えたんだぜ。やっと帰れるわね。うん。そして二人は大急ぎで帰宅したんだ。家に到着し、すぐさま玄関を開けたところ、夫妻はいつもの家とは違う異変を感じたんだぜ。異変？子供たちがいるはずなのに、人の気配を全く感じなかったんだ。え、どういうこと？異変を感じた夫妻は、恐る恐る家の中に入っていったんだ。そして子供部屋を確認すると、そこはもぬけの殻状態で、4人の子供は、誰一人としていなかったんだぜ。子供部屋に誰もいなかったのね。夫婦は子供部屋の様子を見た後、浴室へ向かったんだ。そして夫婦が浴室の中に入ると、4人の子供たち全員が、血まみれの死体となって重なり合っていたんだ。恐ろしいわ。全員そこに移動させられていたのね。亡くなっていた子供たちは、みんな寝る時の服装である T シャツにズボン姿のままで、全員、頭部を刃物でめった切りにされていて、浴室の中は、あたり一面が血の海と化していたんだぜ。ひどすぎて言葉が出ないわ。この状況から見ても、夫妻が家を出て家に電話をかけるまでの35分程度の間で、何者かが家に侵入し、子供たちを殺害したことになるな。亡くなった子供たちはどんな状態だったの？4人全員に、ひどい切り傷が残っていたんだ。凶器は刃物で間違いなさそうね。そうとしか考えられないな。全員、深い切り傷が残っていて、中でも長女の傷跡はひどいものだったんだぜ。彼女が一番抵抗して、よりひどく傷をつけられたのかしら。そうかもしれないな。しかも、長男に関しては、右腕が切り落とされていたんだぜ。子供たちは全員、20箇所以上切りつけられていて、かなり猟奇的な方法で殺害されていたんだ。愛する子供がそんなことになってしまうなんて、ご両親もトラウマになってしまうわね。そうだな。それにシンガポールは治安の良いところだから、周囲の住民をも恐怖に陥れた、シンガポール史上類を見ない凶悪犯罪として、この事件が知られることとなったんだぜ。そうよね。近隣住民も他人事とは思えなかったんじゃないかしら。その後、両親はすぐに警察に連絡して、現場検証と捜査が始まった。しかし、警察が現場を調べたところ、事件現場となった部屋では、玄関やドアを無理やりこじ開けた痕跡もなければ、窓ガラスを割って侵入した形跡も一切なかったんだ。え？じゃあ犯人はどうやって家に入ったのかしら？それがわからないんだ。だから、捜査はかなり難航して、結局、警察は最終的に、殺害された子供たちの親である夫妻に疑いの目を向けたんだぜ。そうなるのは自然ではあるけど、ご両親は出勤中でアリバイがあるわよ。ああ、両親はいつも通りの時間に家を出て、二人でスクールバスの仕事をしていたから、その間に、4人を殺害できるわけないんだぜ。そうよね。ただ、家の中は物色された形跡はなくて、金品も何も盗まれていなかったことから、強盗目的の犯行ではないと断定されたんだ。ということは、犯人は子供たちを殺すためだけに侵入したってことね。そうかもしれないな。だから、警察は犯人について、家族に対して恨みを抱いていたもので、極めて計画的な犯行だと考えたんだぜ。ご両親の出勤時間を知っているところからしてもそう思えるわね。うむ、そういうことだ。一方で、現場からは犯人に繋がる決定的な証拠が見つからなかったんだ。じゃあ、この事件は未解決となってしまったの？そう。結局、犯人逮捕には至らぬまま、数十年経った今でも、未解決事件のままなんだぜ。残念だわ。子供たちも浮かばれないわね。実は、この事件には怖いエピソードがあるんだ。何かしら？それは事件発生から少し経った時に起きたんだ。事件発生から2週間後、シンガポールは旧正月を迎えて、世間はお祝いムードに包まれていたんだ。でも、ご両親はお正月を祝う気にはなれなさそうね。ああ、家族は深い悲しみと喪失感の中、粛々と旧正月を過ごしていたんだぜ。そんな中、家族の元にある手紙が届いたんだ。正月に手紙？年賀状かしら。ああ、その手紙は旧正月を祝う年賀状だったんだが、差出人が4人の子供たちを殺害した犯人らしき人物だったんだぜ。犯人が手紙をよこしてきたっていうの？どんな意図で送ってきたかは不明なんだが、その年賀状の内容も、なかなかひどいものだったんだ。何かしら？年賀状の内容は、子供たちを殺害されて悲しみに暮れる夫妻を嘲笑うかのような、許しがたい内容だったんだぜ。正月から最悪な気分ね。年賀状には、もう子孫は残せないね、ははと、子供を亡くした夫妻が、今後子供を作ることができないことを揶揄して嘲笑う内容も書かれていたんだ。最低だわ。とても人間とは思えない。なあ、霊夢。この文章から、何か気づくことはないか？わからないわ。何かしら？もう子孫は残せないって、妻のリーが避妊手術をしているから、もう妊娠できないということを知っていなきゃ、書けない内容じゃないか？確かにそうね。だろ？この年賀状から犯人は、夫妻について詳しく知っている人物だということが判明したんだぜ。じゃあ、容疑者はかなり限定されるんじゃないかしら。それが、犯人本人から年賀状が届いて、夫
夫妻について詳しい人物だということまで分かったのに、結局最後まで犯人は分からずじまいだったんだぜ。手紙の筆跡とか指紋とかは鑑定しなかったの？それはどうだか分からないが、年賀状だけじゃ、大した証拠にならなかったのかもな。子供が殺された上に追い打ちをかけられて、さらにはその犯人も捕まらないなんて最悪だわ。そうだな。その後、妻のリーは、また妊娠ができるように、手術を受けて子供を一人出産して、事件の悲しみを引きずりながらも静かに暮らしたんだが、数十年経った今でも、犯人は捕まっていないから、夫妻は未だに、また殺人鬼が家に来るんじゃないかという恐怖に震えながら日々を過ごしているそうだぜ。それでも夫婦は、子供を産み育てることを諦めなかったのね。でも、こんな衝撃的な事件だから、何か噂程度でもいいから情報はないの？いくつかあるぜ。詳しく教えてほしいわ。一つ目の説は、夫妻が違法な宝くじを運営していて、それが原因で恨みを買って、子供たちを殺されたんじゃないかという説だ。違法な宝くじってどういうこと？さっきまでの解説では、夫妻はスクールバスの仕事をしていたと言ったが、夫妻を知っている人物によると、違法な宝くじの運営もしていた、なんて噂が囁かれていたんだぜ。そうなのね。宝くじを運営する中で、当選者への賞金が払えなかったことで、当選者が夫妻を恨んで、子供たちを殺害したんじゃないかと言われているんだ。でも、ちょっと確証に欠ける話よね。そうだな。夫妻が宝くじの運営をしていたかどうかも定かではないし、この説を誰が言い始めたのかもわからないから、かなり信憑性が低い考察だと言えるな。二つ目は、妻のリーが他の男性と不倫をしていたんじゃないかという説だ。まあ、愛憎が事件に発展することってあるものね。この考察では、妻が不倫をしていて、不倫相手の男が夫に嫉妬して、子供たちを殺害したという内容なんだ。やりすぎ感は否めないけど、なくはないわね。でも、この説を裏付ける証拠もなかったから、事件を知った周囲の人たちが、面白おかしく勝手に言い出したデマである可能性が高いんだぜ。そうよね。真実でなければご遺族がただ嫌な思いをするだけだわ。最後の説は、シンガポールの未解決事件マニアの中では定説となっている、ある男が犯人だという説だ。お、かなり有力そうな匂いがするわね。どんな説かしら？この話は、事件が起きた地域で、タクシーの運転手をしている男の証言なんだが、事件のことを、テレビのニュースで知った運転手は、事件当日の朝、自身が体験した状況を思い出したんだ。そして、運転手は犯人らしき男をタクシーに乗せたと、すぐに警察に連絡をしたんだぜ。犯人はタクシーで逃走したってこと？どんな人物なのかしら？運転手はその日、朝8時頃に事件が起きた団地の58棟から、200メートル弱のところにある96棟の下で、ある男をタクシーに乗せたんだ。その男は20代くらいで、腰を傾けて歩く癖があったんだ。しかも、彼の体の左側にはたくさんの血痕がついていたんだぜ。血痕？それは明らかに普通じゃないわね。しかも、運転手はタクシーのドアを閉めた時に、男が包丁を隠し持っているのを見てしまったんだ。ここは、犯人に違いないわよ。そう思うよな。運転手はその状況を事細かに警察に話し、その話は被害に遭った夫妻の夫、段も聞かされたんだ。運転手の証言にあった特徴の人物に心当たりはあったの？それが、段の頭には、ある人物が浮かんだんだぜ。誰かしら？その人物は、被害者家族の隣人であるマレーシア人の青年だ。まさかのお隣さん。うむ。その隣人は、よく夫妻の家に来ることがあるくらい顔なじみだったんだ。顔なじみなら、奥さんが避妊手術をしたことくらいは知っていてもおかしくはないわね。隣人は頻繁に、夫妻の家の電話を借りに来ていて、子供たちは彼に懐いていて、アンクルと呼んでいたそうだぜ。言われてみれば、お隣さんなら夫婦が家を出た瞬間もわかるだろうし、子供たちに警戒されずにドアを開けさせることもできちゃうわね。それで、警察はその隣人を探し出して、捜査協力として事情聴取を行ったんだ。事情聴取の際、運転手に面通しをさせて、事件当日にタクシーに乗せた男かどうか確認したところ、その男で間違いないそうだ。だから、この状況的に、この隣人を犯人だと疑うのが当然だったんだが。もしかして逮捕できなかったの？ああ、とにかく証拠がなかったんだ。だから、警察は事情聴取から2週間後に男を釈放し、結局、逮捕には至らなかったんだぜ。なんとも歯がゆい。証拠がなかったから仕方ないよな。その後、隣人は58棟から引っ越していき、誰も逮捕できないまま、未解決に終わったってわけだ。お隣さんが引っ越していったのもかなり引っかかるわよね。本当の本当に犯人だったりして、その可能性は極めて高いと思うが、もしそうじゃなかったとしても、周りの人たちに疑いの目を向けられたまま生活するのは難しかっただろうな。それにしても、この事件は残忍すぎる上に後味が最悪だわ。4人の子供が犠牲になったのも悲しいし、夫婦を侮辱するような手紙もひどすぎる。何より、犠牲になった4人の子供たちと残された夫婦のために、せめて犯人が逮捕されていてほしかったな。
さて、というわけで今回はゲイランバル4兄弟殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。本当に息子が金を奪ったのか、証言に疑惑が残る、庄山ひとしくん失踪事件。どうもゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。うわ、これはよくわからないよ。霊夢、何を読んでいるんだ？最近流行っている推理小説だよ。でもさ、この推理小説は難しすぎて、結局何だったのかよくわからないんだよね。まあ、時に推理小説は難解なことがあるからな。それでさ、推理小説も難解だけど、実際の事件で難解な事件はあるの？もちろんあるぜ。今回解説する事件は、謎が多くあって、現在でも未解決の事件となっているんだ。え、現在でも未解決の事件なの？そうだぜ。早速庄山ひとしくん失踪事件について解説していくぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要から解説していくぜ。庄山ひとしくん失踪事件は、1969年2月23日に長崎県佐世保市で発生した、行方不明事件で、現在も未解決となっているんだぜ。また、ひとしくんは事件当日の14時頃に、家族に玉屋デパートに工作の材料を買いに行く、とだけ言い残して出かけていったんだ。それから、その日の夜18時半頃、見知らぬ男が家族の元に訪ねてきて、庄山ひとしくんに現金46万円を奪われたと主張しているんだ。え、どういうことなの？それは後ほど解説するのでちょっと待ってくれ。それから翌日になると、庄山ひとしくんを差出人として、人の金を盗んでしまったことを、詫びる手紙が父親宛てに届いているんだ。一体どうなっているの？その手紙を見た両親は警察に相談し、大規模な捜索が行われたけど、結局、ひとしくんの消息はつかめず、そのまま行方不明となっているんだ。不可解すぎる事件ね。それじゃあ次はひとしくんがどんな人物だったのか解説していくぜ。まず、ひとしくんは事件当時14歳の少年だったんだ。14歳、かなり若いわね。それでさ、ひとしくんはどんな少年だったの？ひとしくんは、長崎市立花園中学校、現在は祇園中学校の2年生で、当時の新聞報道によると学校では風紀委員を務め、クラスメイトの信頼も厚い人物だったと言われているぜ。風紀委員だったのね。確かに真面目そうな性格が垣間見えるわ。また、幼い頃のひとしくんは、特に目立つ子供ではなかったと言われているけど、物静かで真面目な性格だったと言われているぜ。幼い頃から真面目だったのね。ひとしくんが真面目なのは両親のしつけが厳しかったからなの？それに関しては詳しいことはわからないが、両親は勤勉な性格だったと言われているから、おそらくひとしくんも両親の影響を受けて、真面目な性格になったと言われているぜ。なるほどね、両親が真面目だったらそうなるよね。じゃあ次は、早速事件の内容を解説していくぜ。まず、1969年2月23日の14時頃、ひとしくんは家族に玉屋デパートに工作の材料を買いに行く、と告げて外出したぜ。工作っていうのは学校関係で使うものだったのかな？そうだぜ。事件当時、ひとしくんは学校から工作の課題が、出されていたと言われているんだ。なるほどね、だから工作の材料を買いに行ったのね。またこの時、ひとしくんの自宅の縁側には、やりかけの工作の道具が置かれたままになっており、すぐに帰ってくるつもりで外出したようにも見えたそうだ。なるほどね、その状況だったら確かにそう思うわね。それでさ、外出した時のひとしくんの服装はどんな感じだったの？外出した時のひとしくんの服装は、学校の制服に制帽をかぶっていたと言われているな。じゃあ学校から帰宅して工作をしていたけど、材料が足りなくなったから買い出しに行った感じね。そうだな、当時の警察も霊夢と同じように考えていたぜ。また、家族はこれまでの状況から、ひとしくんは買い出しに行ったけど、すぐに帰ってくると思っていたそうだ。確かに状況から考えると、家族がそのように考えるのは自然ね。だけど、それからひとしくんが自宅に帰ることはなかったんだ。それから18時半頃に、ひとしくん及び家族とは全く面識のない、クリーニング店に勤務する男、当時24歳が、ひとしくんの制帽を持って自宅に現れたんだ。そして自宅に現れた男は、ひとしくんの母親に対して驚くべきことを言ったんだ。一体何を言ったの？今日の15時半頃、佐世保市内の道路の側溝に、バイクの車輪を落とし込み、それを引き上げようとしている少年二人を見ました。私はその少年たちを助けるために着ていたジャンパーを脱ぎ、道路脇に置いたところ、突然少年の一人が、そのジャンパーを奪って走って逃げていったんです。ジャンパーの内ポケットには、現金46万円が入っていたため、私は逃げた少年の遅れていた一人を追いかけましたが、捕まえることはできませんでした。
しかし、その少年のポケットには、軽く触れることができたので、この学生帽を奪い取ることができました。そう男は話を得ると、懐から学生帽を取り出し、ひとしくんの母親に見せたんだぜ。ひとしくんの母親は今起きている状況が、うまく飲み込めなかった中、男から学生帽を受け取り指名欄を確認すると、そこにはひとしくんの名前が書かれていたんだ。え、どういうことなの？これまでの状況を整理すると次の通りになるんだ。まず、ひとしくんが14時頃に工作の材料を買うために、デパートへ外出、それから18時半頃に、男がひとしくんの自宅を訪ねる。男が言うには15時半頃にひとしくんと、もう一人の少年からジャンパーを奪われる。男は少年を追いかけたけどひとしくんの学生帽しか、取り戻すことができなかった。それから制帽を頼りにひとしくんの自宅に現れた。このような流れになっているぜ。この男の話は本当なの？ひとしくんと一緒にいた少年の存在が気になるわね。確かにそうだな。それで、男の話を聞いた母親はどうしたの？母親は男に対して、ひとしくんがまだ帰宅していない旨を伝えると、男は学生帽を母親に渡してその場を去っているぜ。結局、その日にひとしくんは帰宅することはなく、翌日にまた奇妙な出来事が起きるんだ。一体何が起きたの？今度はひとしくんが書いたと思われる手紙が自宅に届くんだ。それは奇妙ね。それで手紙にはどんな内容が書いてあったの？手紙の内容は次の通りだぜ。善悪、心配かけてすみません。悪い友達に誘われて、人のお金を取りました。中には40万以上も入っていましたが、僕は少ししかもらっていません。学校の方は、僕の気持ちが収まるまで、病欠にしていてください。すぐに帰ってお詫びいたします。どうか探さないでください。ひとし、手紙の内容からひとしくんがお金を取ったことは、間違いないかもしれないけど、不自然な感じがするわね。確かにそうだな。またこの手紙を受け取った両親はすぐに警察に通報し、警察が捜査を開始することになるぜ。ここまでが事件の内容だな。ひとしくんの制帽を持って現れた男が、怪しいと思うけど、警察はどんな捜査を行ったの？警察はひとしくんの捜索とひとしくんの自宅に現れた男の調査、送られてきた手紙の筆跡鑑定を行うことにしたぜ。それで、捜査はどうなったの？順番に解説していくけど、事件後に警察はひとしくんを必死に捜索したけどその後、発見されることはなかったんだ。また、そのひとしくんの自宅に現れた男に関しては、後ほど解説するから今は保留にしておくな。わかったよ。それで筆跡鑑定の方はどうなったの？ひとしくんの手紙を警察が筆跡鑑定を行った結果、ひとしくんが書いたものであることが判明したぜ。え、そうだったのね。でも、どうやってひとしくんは手紙を書いたんだろうね。それは現在も明らかになっていないな。また、手紙を書いた目的や理由に関しても、明確なことはわかっていないぜ。実に不可解な事件ね。それでさ、警察がひとしくんの捜索を行った結果、発見できなかったと言っていたけど、小さな痕跡さえも発見することができなかったの？警察は捜査員50人を動員して、付近の山狩りも含めて、ある程度大規模な捜査を行ったけど、結局何の手がかりも発見することはできなかったんだ。またこの事件が発生してから、マスコミはひとしくんの目撃証言を集めたけど、目立った情報が集まることはなかったんだ。まるで、ひとしくんが神隠しにあったみたいだね。ただ、当時の警察関係者、専門家はこの事件について次のように見解を述べているぜ。それはどんな見解なの？まず、ひとしくんは何らかの事件に、巻き込まれた可能性は極めて高いということだな。言い換えると遭難などの可能性は限りなく低いということだぜ。確かに事件の内容を考えるとそうだね。でもさ、さっき警察が行った捜査の中で、山狩りが行われたと言っていたでしょ。確かに言っていたな。どうして、山狩りが行われたの？事件の内容的に、警察が山狩りを行うことが意外な気がするんだよね。確かにな。ただ当時はひとしくんの自宅付近には、山が多かったから、警察は山狩りを行ったのではないかと考えられているぜ。なるほどね。自宅付近に山があったら捜索するわね。次に、ひとしくんの自宅を訪ねた男が事件について、何か知っているのでは？と、警察や専門家は見解を示していたぜ。確かに事件の状況を考えると、ひとしくんの自宅に現れた男が一番怪しいよね。それでその男は、警察から取り調べなどを受けているの？その件については明確にされていないが、取り調べを受けていることは間違いないと言われているな。だけど、結局その男は逮捕されていないし、謎が残るばかりだぜ。警察はその男に対する決定的な証拠をつかめなかったのかな？それは明らかにされていないな。またこの事件に関する謎は、
これまでに解説した内容以外にも多くあるんだぜ。謎ばかりの事件だね。その謎をまとめると次の通りになるんだ。まず、当時の報道では、ひとしくんが行方不明になる少し前に、不審な男3人組が近所に庄山ひとしくんの家族について、聞いて回っていたと言われているんだ。不審な男3人組？そうだぜ。その不審な3人組がひとしくんの自宅を訪ねた男と、どのような関係だったのかは明らかになっていないんだ。それで警察は、その3人組と、庄山くんの自宅を訪ねた男の関係性を調べていないの？それについては明らかにされていないけど、警察が調べていることは間違いないと思うぜ。だけど男たちの関連性を警察は明らかにできなかったんだね。その他にもバイクが側溝に落ちた形跡はなく、目撃者もいないことが後にわかっているんだ。え、じゃあ、男が言っていたバイクの話は嘘だったの？どうだろうな。ただ痕跡が残っていないことは間違いないから、男の話が本当なのか微妙なところだな。なるほどね。またひとしくんの自宅に現れた男は、金を奪われたのは昼間の時間帯だったと、主張していたけど、一切目撃者は見つかっていないんだ。それもおかしな話ね。バイクが側溝に落ちているなら、少なからず目撃者がいるだろうからね。それに加えて、庄山くんを含めて、近所の少年たちはバイクを所持していなかったんだ。そうだったの？でも、少年以外の人物のバイクが側溝に落ちた。可能性は否定できないでしょ？確かに否定できないが、そもそもバイクが側溝に落ちたという事実は、警察がいくら調べても確認できなかったと言われているぜ。じゃあひとしくんの自宅を訪ねた男は何者なの？残念ながら、詳しいことは明らかになっていないんだぜ。ただし、当時の報道でひとしくんの自宅に訪ねた男は、事件が起きる4ヶ月前に少年刑務所を出たばかりの人物であることがわかっているぜ。そうだったの。でもさ、少年刑務所を出たばかりの人物が、どうして大金を持っていたんだろうね。それに関しては警察が取り調べの際に、詳しく話を聞こうとしたけど、男は次のように答えているぜ。46万円という大金は、少年刑務所に入る前に、自宅の床下に埋めておいた金だ。怪しすぎるわ。警察は男に、そのお金をどうやっていたのか聞かなかったの？もちろん、警察は男に対してお金を、どうやっていたのか聞いたけど、男は固くなに答えることはなかったそうだ。お金をどうやっていたのかは謎だけど、そんな大金を持ち歩いていたことが謎だわ。確かにそうだな。その他にも謎なのは、ひとしくんたちが本当にその金を盗んだのかということなんだ。確かにこれまでの話を聞いていると、その話自体がおかしいと思うし、捏造ではないかと思ってしまうわね。それでさ、その男は事件後どうなったの？男は事件後に長崎県から離れ、各地を転々とした後に、奈良県で暮らしていることがわかっているぜ。それはどうしてわかったの？それは朝日新聞の記者が、昭和48年11月16日に男に取材しているからだな。え、朝日新聞が男に取材しているの？そうだぜ。それで男は何を言っていたの？男の発言をまとめると次の通りだぜ。まず男の近況に関して記者が尋ねると、男は次のように答えているんだ。事件後に各地を転々として、現在はダンプカーの運転手として生活しています。また、現在は結婚して子供は二人います。男が結婚していたのは意外だったわ。次に記者は、事件当時に男が46万円という大金を、所持していたことについて質問すると、男は、金の出所は特に言えんかね、というわけじゃないです。ただ、言うと不利になるということはちょっとはあるかもしれません。いつかは言わんならんと思っています。質問に対する答えがものすごく曖昧な感じだね。それに重要なことを隠しているような感じがするわ。確かにそうだな。そこで記者は男に対してさらに、いつか明らかにするのであれば、今言っていただけませんか？と質問しているぜ。記者としては、事件の核心に迫りたかったんだね。それで男はどのように答えているの？私は情に脆いところがあります。そう言われると言いたくなってしまう。だけど、警察のメンツが立たないので言えません。このように答えているぜ。結局、記者の質問をうまくかわしている感じがするね。警察のメンツが立たないっていうのは、どういう意味なのか気になるわね。それは事件のことを先に記者に言ってしまっては、警察のメンツが立たないという意味だな。なるほどね。男なりの警察に対する配慮があったわけね。また記者はあなたのジャンパーの中に、大金が入っているのを少年らが気づいたのは、不自然ではないか？と諮問しているぜ。確かにもともとは、側溝に落ちたバイクを、少年たちが必死に引き上げようとしていたからね。その話が本当なら、男のジャンパーに入った、大金に気づく可能性は低いだろうね。そうだよな。それで男はこの質問に対して、
確かにそうですね。外から見えないわけですしね。不思議な出来事だったと思っています。このように答えているぜ。終始、記者の質問をうまくかわしながら、重要なことを隠している感じだね。確かにそうだな。それでこの事件は謎が多い事件として、警察や専門家たちはいろいろな考察を行っているんだ。中でも、一番有力な考察だと考えられているのは、男とひとしくんの自宅を探していた3人組はグルで、何らかの理由でひとしくんを誘拐し、身代金を要求するはずだったけど失敗し、ひとしくんを殺害したとする内容だぜ。確かに、専門家たちのその考察が、一番しっくりくるような感じがするね。まあ、そうは言っても結局は考察だから。この事件の真相は現在も闇の中だぜ。確かにそうね。今回の事件はどうだった？霊夢。本当に色々なところで謎が残る事件だったね。確かにそうだな。この事件は日本で起きた事件の中でも、特に謎が多い事件であることは間違いないぜ。だからこそ、この事件を風化させないようにしないといけないな。確かにそうだね。このような事件は起きてほしくないけど、風化させないことは大切だと思うわ。そうだな。今回は庄山ひとしくん失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。仕事を頑張りすぎて失踪、不可解な点が多すぎる、円田光大さん失踪事件。こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。最近忙しくて参っちゃうわ。それなら息抜きに何かしたらどうだ？それもいいけど余裕がないのよね。それは困ったな。ギリギリまで頑張るのは良くないんだぜ。わかってるけど、難しいのよね。あのな霊夢、実際にそういった経緯があったかもしれない人が、行方不明になった事件があるんだ。そうなの？ああ。今日はそんな事件を紹介するぜ。よろしくお願いね。じゃあ、今回は、円田光大さん失踪事件、について解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず事件の概要から説明するぞ。一体どんなことがあったのかしら。2013年3月7日、円田光大さんは出張のため、当時住んでいた大田区から岩手県盛岡市に来ていた。出張先での仕事を終えた円田さんは最終の新幹線に乗車するために、駅の新幹線の改札口まで行くが、改札で止められてしまった。どうして？期限切れだったのかしら。会社から渡されたものだとしたら当日限り有効なものだったりするから、その可能性もあるかもしれない。渡す側もちゃんと確認してほしいわね。まあ、止められた理由までは分かっていないんだけどな。その後、円田さんは多目的トイレに30分ほどこもっていた。30分って長くない？腹痛だったのかな？それ以前に、改札を通れないって駅員さんに助けを求めなかったの？ああ、普通であれば駅員に助けを求めるだろうが、円田さんは一人でトイレにこもっていたんだ。不思議なことをするわね。円田さんは30分ほどして出てきたんだが、なぜか新幹線の改札口には向かわなかったんだぜ。ええ？それじゃあどこに向かったのかしら？タクシー乗り場の方向だ。方向ってことは、タクシー乗り場に向かったかは分かっていないのね。そういうことだ。その姿が確認されたのを最後に、円田さんの行方は分からなくなってしまったんだ。何か荷物とかは残っていなかったの？出張なら荷物も多かったでしょ。霊夢の言う通り、円田さんはキャスター付きのスーツケースやビジネスバッグなど、荷物が多かった。その後、北上川沿いで、ビジネスバッグだけ捨てられているのが発見されているんだ。ビジネスバッグだけを捨てたの？しかも、そのビジネスバッグには、現金や身分証などの貴重品が入ったままだったんだ。ただの失踪なら、そんな大切なものは捨てていかないと思うけど。その上、この行方不明事件から4ヶ月後の7月には、盛岡駅付近のビルの屋上に、円田さんの携帯電話が捨てられているのも発見されている。2013年って言っても、この時代に携帯も現金も持たずに出歩くのかしら。発見された携帯電話の検索履歴から、失踪当日に、岩木さん、聖火盛岡駅、と、地図検索していることもわかっている。岩木さんって青森にある標高1625メートルの山よね？ハイキングにしてはハードじゃない？青森で一番標高が高くて、日本百名山にも登録されている山だからな。あと、聖火盛岡って何かしら？中華料理屋だ。大和飲食店を検索していたのね。県も違うし、共通点がない気がするわ。だが、盛岡には一文字違いの岩手山という山があって、それと岩木山を勘違いして検索したんじゃないかという意見もあるな。盛岡に近いのは岩木山だから、その意見にも納得できるわ。ああ、この岩手山の登山口は、盛岡駅から車で30分ほどの距離だ。駅からかなり近いのね。しかし、それ以外の手がかりは全くと言っていいほどなく、
現在もエンタさんは発見されていない。早く発見されてほしいわ。次はエンタさんのプロフィールを紹介するぜ。エンタ広大さんの失踪時の年齢は22歳で、男性。身長は171センチで体重は55キログラムだ。まだ若いわね。失踪日時は2013年3月7日の午後8時頃。失踪場所は JR 盛岡駅だぜ。新幹線乗り場があるし、岩手県では一番栄えている駅よ。失踪時の服装は当然上下スーツだ。新幹線に乗るまで仕事をしていたもんね。髪型は、前髪が目にかかるか、かからないかくらいの長さくらいだった。でも、今でも同じ髪型とは限らないわ。そうだな。エンタさんのご両親が言うには、エンタさんは両親思いで、引っ込み思案なところがあるが、真面目な性格だったそうだ。そんな人が黙って失踪するとは思えないけど、そういう人ほど思い詰めやすかったりするのかしら。そうかもしれないな。事件に関してわかっているのはここまでだ。終わり。いくらなんでも、情報が少なすぎるわ。続いて、ネットで上がっているこの事件の疑問点を紹介するぜ。ネット上で真っ先に出てきた疑問は、どうして現金を捨てたのかだ。自分から失踪したと仮定したら、現金を捨てるのはおかしいという意見ばかりだったんだ。何をするにもお金は必要だもの。そんな判断ができないほど、追い詰められていたのかもしれないが、トイレに30分もこもっていたから、その間に何か考え事をしていた可能性もあるみたいだぜ。その場合、思考力や判断力が正常とはいかなくても、全く頭が働いていないとは考えにくいよな。そうよね。それなら行方不明後に生命線となる現金は捨てないわ。身分証に関しては、これまでの人生と決別したかったという意味で理解はできるぜ。失踪後も生きていくつもりなら偽名を使いそうだし、今までの身分証はいらないわね。携帯については、関わりのある人間との連絡を断つために捨てたと考えるのが自然だな。人間関係をリセットしたくて、番号やアドレスを誰にも教えず、変える人もたまにいるもんね。それに仕事を黙って辞めるとなると職場から連絡が来るだろうし、それが嫌だったんじゃないかという意見もあったぜ。確かにそうだわ。失踪するなら足取りがつかめない方がいいし、マリサの言う通り携帯に関しては納得できるわね。仕事関係で追い詰められていたとしたら、職場から連絡が来るのは嫌だと思っていたのかもしれないな。携帯が鳴るだけでストレスだったかもしれないし、捨てた方が楽だったかもしれないわ。だが自発的な失踪だとしたら、現金に関してだけは納得のいく答えが出てこないだろうと、疑問に思う人が多い。バッグに入っていたことを忘れていたとか？それならばなんとか納得できるが、自発的な失踪という過程を外せば、何らかの事件に巻き込まれてしまったか、自殺を決意したかのいずれかになるだろう。事件に巻き込まれたのなら現金が入ってることに気づかずに、荷物を捨てそうね。バッグの中身を確認して、財布があれば盗む可能性も高いが、なんせエンタさんが失踪した場所は人目につくところだ。霊夢や地元の人が言うには、岩手では一番栄えている駅だから、時間帯的にも周辺にも人がそれなりにいただろう。じゃあバッグの中身を確認する前に、慌てて捨てたのかも。ああ、それであまり考えたくないことだが、自殺の場合は身分証もお金も携帯も全て不要なんだよな。しかし、事件にしても自殺にしても、違う疑問点が浮かんでくるんだぜ。何なのかしら？エンタさんは出張ということで、キャスター付きのスーツケースを持っていたという情報があるだろう？さっき言っていたわね。それなのに捨てられていたのは、ビジネスバッグだけだ。事件や自殺だとしたら、どうしてスーツケースだけは捨てていないんだという疑問があるんだ。確かにスーツケースなんてビジネスバッグより大きくて邪魔になるものだわ。スーツケースには一般的に、衣類や生活に必要なものが入っているだろう。自殺するつもりならば、スーツケースは必要ないんだぜ。生きるつもりがないなら服も生活品もいらないわね。やはりできるだけ身軽にしたいんじゃないか？でも、死ぬ場所を探しに行くなら、なおさら交通費を持っていくわ。だろ？スーツケースなんて大きいものを犯人が捨てないのは不自然だ。確かにビジネスバッグと同様、スーツケースは捨てるはずね。ビジネスバッグと携帯などは、わかりやすいところに捨てているしな。一番邪魔になるものを捨てていないのは謎よ。ただ見つかっていないだけかもしれないが、その辺は警察もちゃんと捜査をしたし、それでも見つからなかったのはおかしいという見解が多かった。謎が謎を呼ぶわ。自発的な失踪にしても事件にしても自殺にしても、ここまで疑問が残るのが難しいところだな。他の考察についても見てみようか。気になるわね。まずはエンタさんが川に転落したのではないかという意見だ。北上川にビジネスバッグがあったもんね。ああ、それを根拠にした説だ。北上川は盛岡駅からも近く、国が管理する一級河川に認定されている。
北上川は東北では最大級の川になる。さらに場所によっては水深が深くて、流れが速かったりするんだ。起きたらひとたまりもないじゃない。だからビジネスバッグが川沿いにあったということだ。悪くない意見だけど、なんとなく腑に落ちないわ。どうしてそう思うんだ？川に転落してビジネスバッグが漂着していたなら、他の荷物や持ち物が見つかっていてもおかしくないでしょ？私も同意見だぜ。スーツケースは密閉性が高く、水に浮きやすいようになっているものが多い。だからビジネスバッグが漂着しているなら、スーツケースも同様に見つかっているはずなんだ。そうよね。ビジネスバッグしか見つかっていないもの。他には岩手山に向かったという意見がある。これは自殺説だ。悲しくなるからあんまり聞きたくないわ。気持ちはわかるが、ここで私たちが発信することで、もしかしたらエンタさんに繋がる手がかりを思い出す人がいるかもしれないだろう。それもそうね。続きを教えてちょうだい。これはタクシー乗り場方面に向かったことから、タクシーに乗ったという意見だ。それで？タクシー乗り場に向かったという目撃情報があるなら、警察はタクシーを調べるよな。当然よね。私が警察官でも、タクシー運転手やタクシー会社に情報提供を求めるわ。それなのに何も出てこないってことは、タクシーには乗ってないと思うの。タクシーは密室空間だしな。夜の山にスーツで行く明らかに不自然な人を運転手さんが、忘れるはずないんだぜ。そんな人が印象に残らないのはおかしいわよね。それなのにそんな情報は一つもなかった。だからタクシーに乗ったとは考えづらい。電車で岩木さんに向かったとか？財布を持っていないと言っただろう？そうだったわ。それじゃ難しいわね。財布を捨ててポケットに現金だけ入れたとも考えられるけど、そんな面倒なことをするなら、財布ごと持っていくだろう。キャッシュカードやクレジットカードなどが不要なら、それだけ捨てればいいんだぜ。一体どの説が有力なのかしら。可能性として一番あり得るのは、失踪説だと考えられている。エンタさんは東京まで帰る最終の新幹線の改札口で止められた。普通ならすぐに駅員に報告するだろうが、慌てる素振りもなくトイレに向かった。私なら最終の新幹線に乗るのに改札で止められたら、パニックになるわ。それが普通の反応だと思うぜ。このエンタさんの行動に関しては、エンタさんには仕事関係のストレスがあったのかもしれないと言われている。それならエンタさんの気持ちがわかるわ。仕事が忙しすぎたり、職場での人間関係がうまくいかなかったりしたら逃げたくなるわよ。ああ、そんな風に追い詰められている人が、改札で止められて東京に帰れなくなったら、もういいや、と考える人がいるんだ。どう頑張っても間に合わないなら、投げやりになってもおかしくないわね。予定が狂ったことで怒られたりするかもしれないならなおさらよ。現実逃避したくなるわ。そうだな。仕事に行かなきゃいけないと踏ん張っていた人に、自分ではどうにもならないことが起きて、それが原因で張り詰めていた糸がふと切れたとしたら、すべてどうでもよくなったりするぜ。エンタさんにとっては、それが改札で止められたことがそうだったかもしれないわ。その日のうちに東京に帰れないのはショックかもしれないが、ビジネスホテルや漫画喫茶に泊まるという手もあったはずだ。しかし、仕事に行きたくないとか辞めたいと考えていたとしたら、安堵する気持ちと、そんな自分を責める気持ちで苦しくなるんじゃないか？との考察もあった。真面目な性格だったって言ってたもんね。その二つの気持ちのせめぎ合ったから、トイレにこもっていろいろ考えていたのかもな。トイレで考えても答えが出なくて、現実逃避することを思いついたのかしら。そう考えると辻褄が合う気がするんだぜ。特に出張先にいたなら、このまま帰らなければ仕事に行かなくて済むという思考に陥りそうだしな。盛岡じゃなくて東京にいたら、次の日も仕事をしていたかもしれないわね。エンタさんは医療系エンジニアの仕事をしていたんだが、エンジニアはストレスが溜まりやすい仕事のようだ。そういう話はよく聞くわ。医療系となると人の命もかかっているだろうし、そのストレスは半端じゃなかっただろう。誰にも相談できなかったのかな？両親思いの性格だから、親に心配をかけたくなくて仕事を辞めたいと言い出せず、引っ込み思案なため、同僚や友人などにも言い出せず、溜め込んでいたものが一気に爆発した可能性も考えられる。真面目な性格だったというし、あり得るわね。駅から離れた後はどうしたのか気になるわ。屋上に向かったんじゃないかと言われているんだぜ。そういえば駅から近いビルで携帯が見つかったと言っていたわね。屋上で自殺することを考えたがそれはできなくて、携帯で調べ物だけして、携帯を捨てたのかもしれない。それじゃあ、なんで山について調べていたのかな？山で自殺を考えた可能性が高い。だが、岩木さんは想像していた以上に遠くて断念した。岩手さんと間違えたんだっけ？ああ。そうして橋の上から川に投身自殺をすることを思いついて、川に向かったか。これからのことを静かな場所で、考えたくて川へ向かったんじゃないだろうか？一度自殺を思いとどまれたんだから、
川を見ながらこれからについて考えたかもしれないわね。そもそも屋上から飛び降りるなんて怖すぎるだろうし、少しでも思考能力が残っていたらできないだろう。それで断念して死ぬのが怖くなるでしょうし、やっぱり後者の方が納得できるわ。それでこれからは別人として生きることを決意し、身分証やビジネスバッグを捨てたんじゃないかという考察だ。財布はどうして捨てたのかしら。それについてはどの意見を参考にしてもわからないぜ。そして一つ気になる考察があった。エンタさんは病気を患っていた可能性があるかもしれない。どんな病気？解離性健忘だ。この病気は心的外傷やストレスによって引き起こされる健忘、記憶障害のことで、自分にとって重要な情報が思い出せなくなる。そんな怖い病気があるの？ああ、最近、または昔の体験を全く覚えていなかったり、部分的に思い出せなかったりするんだ。健忘の原因が身体的な異常ではなく、精神的な異常である場合には、解離性健忘と呼ばれる。マスコミで取り上げられた情報から抜粋すると、ふと気づいたら知らない街で、今までの人生とは縁のない、知らない仕事をして普通に数年間生活してたという実例もあるようだ。怖すぎるわ。ストレスってやばいのね。だから今もエンタさんはどこかで暮らしているかもしれないぜ。そうだと願いたいわ。以上が、エンタ広大さん失踪事件、だ。腑に落ちない点が多い不可解な事件だけど、どこかで幸せになっていてくれることを祈りたいわ。私もそう思うぜ。だから霊夢もあまり思い詰めず、ストレス発散しようぜ。そうね。というわけで、今回は、エンタ広大さん失踪事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。社内に残されてた奇妙なメッセージは、偽装工作、林正俊さん失踪事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。前に奇妙な手紙を残して失踪した鈴木優也さんの話をしてたけど、ああいうことって他にもあったりするのかしら？もちろんあるぞ。事件性がないものでも、置き手紙を残していく人はいたりするからな。やっぱりそういうのって、筆跡とかで、本人が書いたものかどうか鑑定されたりするのかしら？事件性が高いと判断されれば、鑑定されるだろうな。だが物によっては鑑定ができなかったりもするんだ。鑑定ができなかったって、どんな事件だったの？じゃあ今回は、林正俊さん失踪事件、について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしてってね。この事件は、1998年5月12日に福井県で起きたんだ。当時23歳だった大学院生の林正俊さんが失踪したというものだ。失踪する前の林さんはどんな行動をしてたかわかってるの？ああ、事件当日、林さんは午前9時頃にいつも通りに、大学へ車で向かったんだ。そして22時30分に、大学の指導スタッフと別れたところまでは確認されてる。結構遅くまで大学にいたのね。さっきも言ったと思うが、林さんは大学院生だからな。修士論文を書いたりしないといけなかったから、帰りが遅くなりがちだったんだ。じゃあ、林さんの帰りが遅くなるのはよくあることだったの？そういうことだ。これまでも朝帰りや泊まり込みで、家に帰らないこともあったそうだ。だから林さんのご家族も、この時点では特に心配してなかったんだ。でもそれが林さんの最後の姿だったのよね。車で大学に来てたってことはそれに乗って移動したはずだけど、林さんの車の動向を探ったりはできたのかしら。林さんの車がどういう動きをしたのかは判明してないんだが、翌日の5月13日、福井県越前町の海岸に林さんの車が止まってるのが発見されたんだ。どうして海岸で見つかったのかしら。林さんは海洋系の学部に入ってたの？いや、林さんは土木系の学部だったらしい。だから林さんがそこに来る理由はないんだ。だから林さんの自宅に志賀浦駐在所から電話が入ったんだ。わざわざ自宅に電話があったってことは、車内に林さんの姿はなかったのね。でもすぐに電話が行ったってことは、それが林さんのものだっていう証拠があったからなのよね。ああ、車のドアはロックされてたんだが、車内にはパソコン、財布、免許証などが置きっぱなしになってたんだ。だからすぐに自宅に連絡が行ったのね。もし仮に出かけてるとしても、免許証や財布は持って出るはずだもの。持ち歩くものを車に置きっぱなしにしてるのは普通じゃないわ。これによって林さんが失踪したことが判明し、事件として捜査されることになったんだ。警察の捜査では、何か怪しいものとか目撃情報とかは手に入れられたの？一つだけ怪しいものがあったんだが、それについてはこの後でまとめて紹介するぜ。その前に父親の俊夫さんによって、個人的に行われた捜査について触れておこう。ご家族でも捜査されたのね。自分の息子が失踪してしまったんだし、理解できる行動だわ。ああ、事件が発生してから3ヶ月間、毎週のように、
現場の日本海沿いの漁村を一軒一軒歩き回ったんだそうだ。もしかすると、どこかの家にいるかもしれないって考えたのね。それだけじゃなく、海岸から 40km ほど離れた、山中の衛兵寺にも足を運んでるんだ。もしかすると狩猟層に紛れてるんじゃないかってな。何もかもが嫌になって逃げ出して、お寺に身を寄せてるかもしれないって考えたのね。でも解決してないってことは見つからなかったのね。残念ながら、聞き込みをしても林さんに繋がる証言は出てこなかった。今のところ痕跡として数えられるのは、林さんの車と車内に残されてたものくらいだった。なぜか海辺に来てるのが怪しいけど、今のところこれといって証拠らしいものがないわね。実は証拠と言えるかはわからないが、車内に残されてたパソコンからは奇妙なメッセージが見つかってるんだ。どんなメッセージだったの？いやー、もう疲れちゃったよ。少し道を外してしまったような気がする。何も考えずにここまで来てしまった。このままゼネコンへ入ったとしてもやっていく自信は、全然ありません。就論も考えるとゾッとします。今まで散々わがまま言ってごめんね先生にもよろしく。このパソコンは〇〇さんにあげます。本当にすんません、というものだ。メッセージの内容を見るに、大学での修士論文が大変で、さらに将来の不安にも駆られてたみたいね。少なくともメッセージだけを見るとそうだな。このメッセージが残されたのは13日午前2時4分だったそうだが、友人の証言や多数の遺書を見てきた川人博士弁護士の見解などによると、本人のものじゃない可能性があるんだ。友人からもそういう証言が出たってことは、林さんは特にそういうので悩んでる様子はなかったってことかしら。ああ、敏夫さんもこのメッセージについて、息子が書く文章ではない。遺書ならばふざけすぎている、と語ってるしな。敏夫さん曰く、息子は何でもコツコツとやるタイプで、途中で投げ出すような人間とは想像できないらしい。家族だからこそ文章の不自然さに気がついたのかもしれないわね。警察はこのメッセージについてどう思ってるの？警察もこのメッセージを怪しんでて、自殺を伺わせる痕跡はない、って語ってるんだ。お父さんや警察からもそう言われてるなら、林さん本人の意思で書かれたものじゃなかったってことね。実際に林さんがどう考えてたのかは不明なんだが、少なくとも他人から見ればそういう風に見えたみたいだ。ただ、あくまでパソコンに残されたメッセージだから、本当に林さんが書いたものかどうかも不明だ。パソコンに書かれてたってことは、筆跡の癖とかが、鑑定できないってことになるものね。それこそ他人がそれっぽく書いても、林さんが書いたものに見せられるし。そこが、以前解説した事件とは違う部分だ。鈴木優也さんの事件は走り書きとはいえ、失踪者本人が書いた可能性は十分あったが、この事件ではその可能性はどっちとも言えない状態なんだ。もちろん林さん本人が書いた可能性もあるけど、他人が書いてもそれを立証できないわね。それ以外にも奇妙な点があって、林さんの車が発見された場所から約 10km 離れた場所で、よく似た事件が起きてるんだ。他にも失踪した人がいるってこと？1989年12月27日に、山下貢さんという男性が同じように失踪してるんだ。その人の車も海辺に放置されてて、車内には免許証や長靴、食べかけのおにぎりなどが残されてたんだ。その人もどこかから帰ってる途中だったの？いや、山下さんの場合は早朝に釣りに出かけて、そのまま失踪したらしい。ただ、山下さんが持っていた釣り竿がどこにも残されてなかったんだ。車が海辺に放置されてて、免許証とかが、車内に放置されてる状況が似てるわね。でも山下さんは釣りに来てたって話なんでしょ？だったら林さんも釣りをするために海辺に向かったんじゃないかしら。それは考えられない。林さんに釣りをする趣味はなかったそうだ。それに車の止め方も少しおかしいんだ。止め方がおかしいってどういう意味？車は海岸の釣り場に降りていくところで、その道を塞ぐようにして止まってたんだ。しかもなぜか座席のリクライニングは倒れた状態だった。そこだけ聞くと、そこで眠るために停車して、リクライニングを倒したように見えるわね。でも確かに道を塞ぐように止まってたっていうのは変だわ。もし仮に寝るためなら、リクライニングを倒すだけでいいからな。わざわざ道を塞ぐように止める必要性が現場からは確認されてないんだ。じゃあ、もしかして林さん以外の誰かが意図的に、車を移動させたってこと？もちろん林さんが止めた可能性もゼロじゃない。ただ、その止め方をする必要性がない上に、林さんの行方がわかってないから、他の誰かがそうした可能性も存在してるんだ。もしかしたら自分の意思で失踪したんじゃなくて、誰かに誘拐されたのかもしれないわね。実際に誘拐だったのかどうかはわからないが、林さんの失踪後に無言電話が1、2ヶ月間続いてるんだ。こういう未解決の失踪事件の時って、不審な電話があったりするけど、林さんの時にもそういう電話があったのね。それ以外にも1回だけ女性の声で、
マサトシさんいませんか?っていう電話が入ったそうなんだ。その人は誰だったのかしら?林さんの知り合い?この電話主が何者なのかは判明してない。さっきの無言電話も含めていたずらの可能性もあるが、もしかすると一部の失踪事件のように犯人からの電話の可能性もある。どこの誰がどんな目的で電話してきてるのかわからないわね。ここからは、林さんに何があったのかについて、類似した事件などから考えていくぜ。確かに山下さんの事件はよく似た事件だとは思うけど、でもそれだけで何があったかなんてわからないんじゃないの?いや、実は車が発見された場所である福井県では、山下さんも含めて失踪事件が複数起こってるんだ。そしてそれらは、北朝鮮によって行われた拉致だと考えられてる。確かに、海辺なら小さい船か何かに乗せて拉致はできるでしょうけど、林さんが実際に拉致されたかどうかは不明なんでしょ?霊夢が言うように確固たる証拠があるわけじゃないんだが、林さんの失踪から4年後の秋に北朝鮮による、拉致被害者が帰国してきたんだ。その後、どこから出た情報なのかは不明なんだが、林さんと同名の人物が北朝鮮にいるっていう、情報が確認されたんだ。もしかしたら拉致されてた人たちが、林さんと同じ名前の人に出会ってたのかもしれないわね。それとさっき話した不審な電話も、もしかすると北朝鮮が関わってるかもしれないんだ。一応北朝鮮が関わってるかどうかはまだ不明なんでしょ?もちろんそうだ。だが他の事件みたいに、失踪者の家族に電話がかかってくるのは、犯人からの確認の可能性があるという説があるんだ。確認って、身元確認ってこと?ああ。自分たちが誘拐した人間が本当に狙ってた、人物かどうかを確認するために、家族のところへ電話してるんじゃないかっていう説だ。そういえば女性は、マサトシさんがいるかどうかの確認をしてたのよね。もしかするとそれが身元確認だったのかしら。本当に自分たちが誘拐したのが林マサトシさんかどうかって。それもだが、その説が正しいとすれば、無言電話も身元確認のために行われた可能性がある。そっか。家族としては、もしかしたら失踪した本人が、電話をかけてきたんじゃないかって思って、名前を聞いちゃうわね。それが目的なら無言で何も喋らなくてもいいわね。もちろんあくまで一説だから、ただのいたずら電話の可能性だってある。しかしよく似た事件が福井県で起こってるってことを考慮すると、何者かによる拉致誘拐事件である可能性も捨てられないんだ。海辺な上に、よく似た拉致絡みと思われる事件が起きてたみたいだから、北朝鮮による拉致の可能性も十分にあるわね。未だに未解決のこの事件だが、今でも敏夫さんは息子の帰りを待って、活動を行ってるんだ。どんな活動をしてるの?他の失踪者家族や支援団体と一緒に、毎月第1週の土曜か日曜に岐阜駅前で声をかけ続けてるそうだ。事件が起きたのは福井県じゃなかったっけ?車が発見されたのは福井県だったんだが、林さんが住んでたのは岐阜県にある自宅だったんだ。岐阜県に住んでた林さんの車が福井県で発見された形だ。だから岐阜県で声かけをしてるんだ。もしかしたら、林さんの姿を見ていた人が、いるかもしれないものね。さらに特定失踪者問題調査会によって、2008年に、拉致濃厚、として認定されたぜ。可能性として存在する以上は、拉致も視野に入れて捜査するべきよね。敏夫さんはこの事件に関する署名活動も行ってて、現段階で約1万5000筆の署名が集まってるそうだ。林さんの事件が解決してほしいって思ってくれた人がそれだけいるのね。そう思ってくれてる人がいると心強いわ。以上が、林正俊さん失踪事件、だ。海辺に残されてた車が他の事件の状況と似通ってたり、パソコンの中に奇妙なメッセージがあったりと、怪しい部分がある事件だったわね。それらの痕跡もあってか、林さんは何者かによって誘拐され、メッセージは偽装されたものって可能性がある事件だ。北朝鮮によって拉致された可能性もあるのよね。ああ。北朝鮮による日本人の拉致は過去にも何度も確認されてて、未だに帰ってこない人たちもいる。だからその中に、林さんがいる可能性があるんだ。でももし仮にそうだとして、どうして北朝鮮は拉致なんてするのかしらね。何かメリットでもあるのかしら。日本の警察や韓国情報当局の捜査などによると、北朝鮮は韓国を従わせて朝鮮半島を統一するための、工作活動を行う工作員を作ろうとしてるんだ。その要請に日本人を利用しようと考えてるみたいだぜ。どうしてそこに日本人が関係してくるの?例えば拉致した日本人の戸籍やパスポートを奪ってその人になりすましたりだ。他にも工作員が日本人らしく見えるように、日本語や日本人らしい仕草を教える係をさせたりもするらしい。違和感がない戸籍や立ち振る舞いが必要だからなのね。ああ、仮に工作員が捕まったとしても、
戸籍上は日本人ってことになるから、北朝鮮は表向きには関与してないってことにできるしな。そうして理由を聞いてみると納得がいくわね。もちろん拉致されるのは日本人に限った話じゃないが、それでも北朝鮮による拉致が行われてて、今回の林さんもそういう目的で拉致された可能性はあるぜ。もし林さんが拉致されてるんだとしたら、帰ってこられるのはいつになるのかしら。一応拉致されてた人たちの中には、日本に帰ってこれた人たちもいるんでしょ？北朝鮮次第としか言えないな。北朝鮮は拉致問題の再調査結果の報告延期を、日本側に通告したりしてるから、全てを認めたわけじゃない状態だ。北朝鮮が認めないと確定してないことになる。少しでも早く認めて返還してほしいわね。林さん以外の人にも帰りを待ってるご家族がいるんだから。あくまで北朝鮮による拉致は可能性の一つだ。必ずしもそうだとは言えない。しかし林さんが何らかの事件に巻き込まれた可能性は高いから、なんとか解決してほしい事件だ。そうね。何があったのかはわからないけど、どうか無事に帰ってきてほしいわ。お父さんだって帰りを待ち続けてるんだから。そうだな。というわけで、今回は、林正俊さん失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。お母さんを迎えに行ったきり、二度と家に戻ってこなかった。宮崎咲ちゃん失踪事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。あーかゆい。ボリボリ。うわ、めちゃくちゃ蚊に刺されてるじゃないか。どうしたんだ？諸事情あって。それより魔理沙、私ちょっと気になってることがあるの。なんだ？家の近所に大きな団地があって目の前に公園があるんだけど、その団地の子供たちが暗くなってもずっと公園で遊んでるのよ。ちょっと心配だわ。ああ、親も家の目の前の公園なら目が届くと思って、遅くまで遊ぶことを容認してるんだな。団地が近いからって、遅い時間に遊ばせているのはちょっと危険だと思うぜ。だからね、マリサ。私は昨夜から公園の植え込みに身を隠して、公園に不審な人物がいないか見張ってるのよ。それはお前の方が不審な人物だろ。蚊に刺されまくってるのは、植え込みに身を潜めていたせいか。マリサも一緒にどう？私は絶対に嫌だぜ。霊夢も下手したら捕まるからやめておけ。はい。でも心配なのは変わりないわね。なんとかならないかしら。そうだな、このまま何も起きなければいいが、過去に子供が遅い時間まで外にいたことによって、行方不明になってしまった事件もあるし。やっぱり夜に子供だけでいるのは危険よね。その事件の話、詳しく教えてほしいわ。じゃあ今回は宮崎咲ちゃん失踪事件について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件は、2001年6月4日未明頃、兵庫県神戸市にある神戸電鉄唐戸台駅付近で、小学3年生の女の子が行方不明となった事件だ。そんな遅い時間に小学生の女の子が一人で駅にいたの？ああ、いなくなったのは宮崎咲ちゃん、当時8歳。咲ちゃんは仕事から帰ってくる母親を自宅の最寄り駅まで迎えに行っていたんだ。そうだったのね。なぜいなくなってしまったのかしら。今から事件について詳しく話をしていくぜ。宮崎咲ちゃんは、兵庫県神戸市北区に住む小学3年生。家族構成は、母親と中学生の姉の3人だ。咲ちゃんにはお父さんがいないのね。ああ、父親と母親は以前に離婚している。当時咲ちゃん一家が住んでいた団地に、引っ越してくる頃にはすでに父親がいなかったというから、離婚に伴って団地に越してきたのかもしれないな。その可能性もあるわね。それに咲ちゃんの家庭はちょっと複雑な環境だったようだ。母親が彼氏を作って一緒に団地に住んでいた期間があったり、中学生の姉もかなり奔放に遊んでいたりしたという。確かにちょっと複雑な家庭ね。一番年下の咲ちゃんは、ちょっと肩身が狭かったかもしれないわ。しかし、家族仲はそう悪かったわけじゃないぜ。特に咲ちゃんはお母さんのことが大好きだったようで、お母さんが洗濯物を干している時に咲ちゃんが、お母さんいつも私らの洗ってくれてありがとうと叫んでいたそうだ。なんだか微笑ましいわね。そして咲ちゃんは明るくて、人が好きな性格だったという。その上、礼儀正しく親切な子で、よく行くお店のお手伝いをしたり、仕事があるお母さんの代わりにお姉さんと一緒に団地の清掃に参加したりしていた。かなり周囲に人気のありそうな子ね。ああ、その人柄もあり実際に友達が多かったそうだ。特殊な家庭で暮らしていた咲ちゃん一家だが、決して不幸な家族という印象ではないぜ。きっと苦労したこともあったでしょうけど、家族で協力し合いながら生活していたのが伝わってくるわね。そんなお母さんが大好きな咲ちゃんは、仕事終わりのお母さんを自宅から約500メートルの場所にある、唐戸台駅へ迎えに行くのが好きだったそうだ。二人は駅で合流して、咲ちゃんはお母さんにお菓子を買ってもらったり、その日の出来事を話しながら、手をつないで家まで一緒に帰っていたんだ。咲ちゃんが駅まで迎えに来てくれて、お母さんも嬉しかったでしょうね。ああ、母親の帰りはいつも夜だったので、小学3年生の子が一人で駅へ向かうのは危険だとは思うが、これがいつもの日課だったそうだ。
母親の帰宅が夜遅い日でも、寒い冬の日でも、咲ちゃんはお母さんを迎えに駅へ行き、お母さんの姿を探していたんだぜ。咲ちゃんが仕事帰りのお母さんと一緒に家路に着くのが、何より楽しみだったのがよくわかるわ。そして事件が発覚する前日の2001年6月3日も、咲ちゃんはお姉さんにお母さんを迎えに行ってくると言って家を出た。この時の時刻は午後10時だ。さすがに小学生が出歩くには遅すぎる時間なんじゃ。でも、これも咲ちゃんからしたら日常茶飯事だったのかしら。しかも、駅に駅員さんさえいればもうちょっと人目があって安心だったんだが、あいにくから都大駅は無人駅だった。咲ちゃんは駅の前で母親を待っていたんだが、明らかに遅い時間に小学生が一人でいるもんだから、駅から出てきた大人が咲ちゃんに声をかけたという。私でも心配になって、とりあえず話しかけちゃうわ。その人は夜11時に駅前に佇む咲ちゃんを見かけて、何してるの？一緒に帰ろうと声をかけた。すると咲ちゃんは、お母さんを待ってるの、と答えたため、その人は咲ちゃんを駅に残してそのまま帰ったという。咲ちゃんは11時になってもお母さんを待ち続けていたのね。しかし実は、この日、唐戸台駅に母親が現れることは絶対にないんだ。え、どうして？母親はこの日職場が変わっていて、電車を使っての通勤じゃなかったんだぜ。母親は咲ちゃんが駅で待っている間に、同じ仕事場の人の車で帰宅していたんだ。母親はそのことを咲ちゃんに伝えていなかったんだ。なるほど、それで咲ちゃんはお母さんが電車で帰ってこないことを知らずに、ずっと駅で待ち続けていたのね。さらにその後、深夜0時過ぎ、同じく咲ちゃんを駅で見かけた人が、咲ちゃんを心配して交番に連れて行った。しかし、その時ちょうど交番に警察官が不在だったため、その人は交番の前に咲ちゃんを残して帰って行ったそうだ。え、どうして交番前に置いたまま帰ったのかしら？警察官が交番に戻ってきたら対応してもらえると思ったんだろうな。そうすれば保護してもらえるし、ずっと駅前にいるよりは安全だとその人は判断したんだろう。なるほど、確かにそれなら安心かも。しかしそれ以降、咲ちゃんは自宅に帰ってこず、行方不明となってしまったんだ。咲ちゃんに一体何があったのかしら？時間が時間だけに心配だわ。そして咲ちゃんがいなくなったことにより、母親は翌日の午後2時頃に警察へ通報した。警察による懸命の捜索が行われたが、咲ちゃんが見つかることはなかったという。駅に行っただけだから迷子になったとも考えづらいし、咲ちゃんの行方が気になるわ。そして咲ちゃんがいなくなった4日後の6月7日午前8時頃、警察の元に衝撃的な通報が入ることになる。何かしら？なんと、唐戸台駅からおよそ 2.5 キロ離れた有野川に、咲ちゃんの遺体が打ち上がっているというものだったんだ。さ、咲ちゃん亡くなってたの？ああ、電車に乗って外を眺めていた人が偶然発見したみたいだ。咲ちゃんが発見された場所は雑木林に囲まれていて、人目につきにくい場所だったという。じゃあ、電車に乗っていた人が偶然見つけなければその後も発見されないままだった可能性もあったのね。でも、なぜ咲ちゃんは川に流されてしまったのかしら？道に迷ったとも思えないし。咲ちゃんの遺体を警察が調べたところ、なんと咲ちゃんの死因は溺死ではなかった。咲ちゃんは頭を強く打ったような傷があり、死因は脳挫傷であることが判明したんだぜ。じゃあ、咲ちゃんは誤って川で溺れたんじゃなくて、誰かが手をかけたってこと？ああ、そういうことになるな。さらに咲ちゃんの傷を調べると、車と衝突した際にできた傷であることがわかった。その車は高さ約77センチの場所にバンパーがある車高の高い車であり、フロントにカンガルーバーという、自動車用の装備を装着したものだということが判明したんだぜ。カンガルーバーって何？カンガルーバーは、もともと動物との接触事故が多いオーストラリアで生まれた装備で、動物と接触した際に車体を守る役割を持っているんだ。1990年代に日本で RV 車が流行しフロントにカンガルーバーをつけて、台形のフォグランプをつけるのがかっこいいとされていたんだぜ。なるほど、流行っていた装備のことだったのね。しかし、自動車を守る装備は同時に外部への脅威となる。このカンガルーバーは車体を守れるメリットこそあるが、対人事故の際には歩行者により大ダメージを与えてしまうというデメリットがあるんだ。咲ちゃんは当時身長が130センチほどだったそうだから、車高の高い RV 車の硬いカンガルーバーがぶつかってきたことで、頭に大ダメージを受けてしまったんだろう。じゃあ咲ちゃんは、そのカンガルーバーをつけた RV 車にはねられて亡くなってしまったのね。事故が起こったのが必然か偶然かはわからないが、暗い夜道でうっかり咲ちゃんをはねてしまった可能性は否めないな。でも、咲ちゃんが川で発見されたということは、咲ちゃんをはねた犯人が咲ちゃんを川に投げ捨てたということだ。実際に有野川にかかっている橋の近くの木に、咲ちゃんの髪の毛が数本引っかかっているのが発見されている。つまり、犯人は咲ちゃんの遺体を橋から落として処理しようとしたってことなのね。恐ろしいわ。その後、車高が高くカンガルーバーを装着している車を片っ端から捜査したが、咲ちゃんに関する手がかりは見つからなかった。
この事件は、子供が行方不明の末に車にはねられた上に、川に捨てられた事件としてマスコミが大々的に取り上げ、世間はこの事件に大いに関心を寄せ、犯人が一刻も早く捕まることを祈っていた。しかし、咲ちゃんが発見された翌日に、大阪府池田市で池田小学校殺人事件が起こってしまったことにより、咲ちゃんの事件は報道が一気に減ることになってしまったんだぜ。池田小学校事件ってどんな事件だったっけ？宅間守という男が池田小学校に包丁を持って侵入し、児童8名を殺害した猟奇事件だ。この事件が起こった日を境に、報道の枠は池田小学校殺人事件で埋まり、咲ちゃんの事件はその陰に隠れてしまったんだぜ。池田小学校殺人事件ってとてもおぞましい事件だったわよね。その事件がほぼ同時期に起こったことは、咲ちゃんの事件の解決を難しくする要因になってしまったんだわ。ああ、その後も懸命な犯人探しが行われたが、結果として犯人は見つからず、事件は現在も未解決のままとなっている。ここからは、この事件に関する謎や不審な点について考えていこう。まず最初に疑問に思うのは、なぜ咲ちゃんが行方不明になった時の通報が遅れてしまったのかという点だ。6月4日の午後2時よね。確かにこれは不自然な時刻だわ。ああ、咲ちゃんが駅へ母親を迎えに行って一緒に帰宅するのが日課なら、母親は帰宅時に咲ちゃんが家にいない時点で、咲ちゃんが駅に向かったことに思い至るだろう。仮に、家族らが駅へ咲ちゃんを探しに行ったとしてそこに彼女がいなければ、事件を疑うのは必然じゃないだろうか。ええ、まさにその通りね。なぜ翌朝どころか、その午後になって通報が行われたのか、かなり謎だわ。さらに、いつも咲ちゃんが母親を駅へ迎えに来ていることを母親は知っているはずなのに、なぜ母親は職場が変わったことを子供たちに言っていなかったのか。という点もかなり気になるんだぜ。それも不思議だわ。これらの謎が事件と関係があるのかわからないが、少なくとも咲ちゃんが、母親は電車に乗って帰ってくる、と思っていなければ起こらなかったかもしれない事件なだけに、悔やまれる点ではあるな。そうね、家族に一体どんな事情があったのかわからないけど。そして、不審な点はもう一つある。それは、発見された咲ちゃんの遺体のことだ。何かしら？咲ちゃんは6月3日に母親を駅まで迎えに行く際、黄色のワンピースに緑色の上着、それと白いスニーカーを身につけていた。そして咲ちゃんはいつもメガネをかけていたんだ。そして7日に咲ちゃんが発見された時も服装は失踪時と同じだったんだが、彼女が身につけていたはずの緑色の上着と、メガネがどこにもなかったんだ。それは川に流された時に外れちゃったんじゃないの？咲ちゃんが流された川は当時雨によって増水し、流れがかなり速くなっていたそうだ。そのため、警察も衣服が流されたと考えて川を捜索したんだが、咲ちゃんの上着とメガネだけは見つからなかったんだぜ。ええ？なぜなのかしら？メガネなら粉砕されてしまったと考えることもできるけど、上着が見つからないのはかなり不自然よね。ああ、だからつまり、咲ちゃんの上着とメガネは、犯人が持ち去った可能性が高いってことなんだぜ。ええ？一体何のために？そこがわからないんだよな。暗い夜道でうっかり咲ちゃんを引いてしまい、気が動転して死体遺棄をしたとするならば、上着とメガネを持ち去ることはしないはずだ。それにわざと咲ちゃんを引いて遺棄したとしても、わざわざ手元に殺害の証拠を残しておくなんてことはしないと思うんだけどな。もし犯人が殺人に対して罪悪感を持っていなかったとしたら、上着とメガネを持ち去っていったとしても、不思議ではないかもしれないわね。ああ、犯人の心理は今もわからないままなんだ。この事件、20年も経つのにまだ解決していないのね。悲しいわ。ああ、今も捜査は行われているものの年々情報も少なくなっていて、解決がさらに難しくなっている状態だ。一刻も早く犯人が逮捕されることを祈るわ。本当にそうだな。ということで今回は宮崎咲ちゃん失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。いつものマラソンコースで大量の血痕が。事件事故宇治市マラソン主婦失踪事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。コロナ禍で家の中にいることが増えて、私なんだか食べてばっかりだわ。確かに霊夢、少しぽっちゃりしたかもな。ガーン、気のせいかと思っていたけど、他人から見てもわかるほどなのね。マリサは相変わらずスタイルいいわよね。私は体型維持のために、毎日欠かさずランニングをしてるんだ。そうだったの？家にこもるとどうしても運動不足になりがちだから。私もやろうかしら。ランニングはダイエット効果だけでなくて、睡眠の質が向上してよく眠れるようになったり、肩こりや腰痛が解消される効果もあるらしいぜ。すごいじゃない。ランニングって最高のスポーツね。最近暑くなってきたから、涼しくなる夜にやってみようかな。どうしたの？何か問題ある？霊夢が夜に一人でランニングをするのは、ちょっと心配だなと思って。マリサが心配してくれるなんて珍しいわね。実は今から40年以上前の話なんだけど、夜中にランニングをしていた主婦が、
突然失踪してしまった事件が起こったんだ。この女性はまだ見つかっていないんだけど、失踪したと思われる現場は、何らかの事件に巻き込まれたとしか思えない状況だったんだぜ。何それ、初耳だわ。ぜひ詳しいことを教えてよ。それじゃ宇治市マラソン地区失踪事件について紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。宇治市マラソン地区失踪事件は、1978年に京都府宇治市牧島で起こった、11月23日の午後21時頃マラソン中の主婦、前田明子さんが行方不明になったんだ。11月の21時頃だと、もうとっくに日も落ちて辺りは真っ暗よね。確かにな。前田さんはいつもの走り慣れたコースで、事件に巻き込まれるなんて夢にも思わなかったから、この時期も普段通り夜のランニングをしていたんだろうな。でも前田さんはその日の夜、不運にも失踪してしまったのね。前田さんの帰りが遅いことを心配したご主人は、すぐに警察に届け出たそうだ。そして警察は、マラソンをしたと思われるコースを捜索したぜ。何か見つかったの？自宅近くの農道に大量の血痕が見つかったそうだ。血痕ですって。それって事故とか事件かしら？農道で見つかった血痕は200メートル離れた。田んぼまで点々と続き、人を引きずったような跡や複数の足跡も残されていたらしいぜ。血痕が点々と残って人を引きずった跡があるって、事件の可能性が極めて高そうね。しかも、流れ出した血液は1リットル余りにも、上っていたと言われている。1リットル？そんなに出血しても、大丈夫なの？一般に体内の血液の 20% が急速に失われると、出血性ショックという重い状態になるんだ。出血性ショックを起こすと、呼吸困難や意識障害などの症状に陥る。そして時に命を落とすこともあるんだ。じゃあ、前田さんは命を落としている可能性も、考えられるのかしら？でもこの血痕が前田さんのものだとは限らないわよね。それが、この事件で発見された血痕と、前田さんの血液型は同じ O 型だった。それじゃあ、前田さんがマラソン中に、事件に巻き込まれた可能性が高そうね。ああ、警察もそのように考えたそうだ。でも、だとしたら前田さんは、どこに消えてしまったのかしら？血痕は見つかっているけど、肝心の本人は見つかっていないのよね。そうなんだよな。付近で交通事故の痕跡はなかったことから、警察は殺人死体遺棄事件として捜査を開始したそうだ。でも何の手がかりもつかむことができず、捜査は難航した。前田さんは何かトラブルを抱えていたのかしら？じゃあ、ここからは前田さんについて、わかっていることを説明するぜ。前田さんは当時38歳。身長は155センチほどで、痩せ型で丸顔の人だった。比較的多くの人に当てはまる特徴ね。そして、この事件が起こる2年ほど前からは、平等院で配管受付係として働いていたそうだ。ランニングは事件3ヶ月前から始めたらしいぜ。どうして突然始めようと思ったのかしら？どうやら肥満防止や肩が凝るからという理由らしいな。やっぱり昔からランニングは健康にいいとされていたのね。ランニングを始めた頃は数人で走っていたらしいけど、しばらくして一人で走るようになったそうだ。毎晩21時頃に農道を10分から20分くらい走っていたそうだな。そんなに遅い時間に一人でランニングをするのは、危険だと思わなかったのかしら？当時、この辺りでは他にも早朝や夕方に、ランニングをするグループやソロランナーがいたらしいぜ。周囲にも同じようにランニングをしている人がいれば、そこまで危機感を覚えないかもね。それにこの辺りは、のどかなところだったみたいだ。じゃあ、家族も特に心配していなかったんだろうね。事件当時、ご主人は自宅でテレビを見ていたそうだから、いつものことと思って前田さんがランニングに出かけるのは、さほど不安に感じていなかったのかもな。そんな中、事件が起こってしまったのね。家族は前田さんの安否を心配していただろうけど、何の手がかりもないなんて。でも、実は気になる目撃証言があるんだぜ。どんな証言なの？当時警察犬を使って捜査をしたらしいんだが、警察犬が最後にたどり着いたのは、最初に血痕を発見した場所とは異なり、東西に走る農道だったそうだ。じゃあ、前田さんはその道もジョギングするために走っていたのかしら？それがその農道は、未舗装だったらしいんだ。わざわざそんなところ走るなんておかしいわね。その日だけその道を通った可能性もあるけど、さらに事件の2ヶ月くらい前から、この場所には夜間、車が止められているのを付近の人たちが見かけているんだ。その車、怪しいわね。その車に人は乗っていなかったの？車内には男が一人乗っていたそうだ。でも、目撃した人によるとその車のライトは消されていたらしいぜ。夜中にライトもつけず車の中にいるなんて、不審だわ。そして、事件当日の同じ時間帯にも、この車を目撃した人が現れたんだ。
この目撃者は、現場近くに住む会社員 A さんだった。A さんは事件当日の午後20時40分から50分ごろ、車で帰宅するため、血痕が残されていた農道を、東に向かって走っていたそうだ。それって、前田さんが事件に遭った時間に近いわね。A さんはその血痕が最後に残されたあたりに、サモアブルーと呼ばれるグレーがかった、淡いブルーの車が西向きに止まっていたのを見たそうだ。その農道は道幅が狭かったので止めてある車を不審に思い、すれ違う時に A さんは減速しながら車内を確認したらしい。A さんは何か発見したの？ A さんが確認できたのは、その車がコロナ禍じゃらんだろうということだけだったみたいだ。ヘッドライトは消されていて、人はいない様子だったらしい。犯人らしき人物は乗っていなかったのね。でも後部トランクが開けられていて、中から幅の広い毛布のような布がはみ出し、ナンバープレート近くまで垂れ下がっていたそうだ。ますます不審ね。考えたくないけど、もしかして前田さんは、トランクに詰め込まれて運ばれたのかしら？それだけの証言があれば、犯人を特定する手がかりになりそうだけど、警察はその車が犯人のものと判断して、その後も捜査を続けたそうだ。でも結局犯人の特定には至らず、未解決事件となってしまった。これだけ大量の血痕を残すという大胆な事件を起こして、逃げ切るなんてどういうことなのかしら。A さんが見つけた車も結局、犯人逮捕には繋がらなかったわけだしな。しかも前田さんも見つかっていないのよね。大量の血痕が残されているところを見ると、生きたまま連れ去られたとか拉致されたという可能性は低いのかもね。そうだな、しかも40年以上も見つかっていないわけだからな。それからこの事件は、インターネット上で極めて情報が少ないんだ。まだ前田さんが見つかっていないのに、ネット上の情報が少ないとなると、どんどんこの事件が風化していってしまう恐れがあるわよね。そうなると、ますます事件の解明が難しくなってしまうんだよな。ただ宇治市マラソン主婦失踪事件と、関係性があるのではないかと言われている事件が、その後同じ京都で起こっているんだ。何それ？宇治市マラソン主婦失踪事件の翌年に起きた、長岡京わらび取り殺人事件だぜ。それってどんな事件なの？1979年5月25日午後22時30分頃、長岡市にある約230メートルの、里山の山頂付近で女性2人の惨殺遺体が発見されたんだ。この事件では遺体が発見されたのね。しかも惨殺って、遺体は当時32歳の水野恵子さんと、当時43歳の明石英子さんだった。水野さんの遺体は、うつ伏せの状態で、リュックを背負ったままだったそうだ。そしてストッキングと下着が足に絡まった状態で下半身は裸だった。ひどいわね。遺体を仰向けにすると、左胸に文化包丁が直接突き刺されていたそうだ。その上、首を手で締め付けられた跡や、暴行による皮下出血の跡が50箇所以上もあったと言われているぜ。なんて無残なことをするの、人間のすることかしら。明石さんの遺体は、水野さんの遺体現場から、斜面を数メートル下った場所で、頭を谷川に向け、仰向けの状態で見つかったんだ。明石さんも首を締め付けられた跡や、暴行の跡が30箇所以上あり、肋骨は9本折れていて、肝臓が破裂していたそうだ。直接の死因は首を絞められたことによる窒息死だったらしい。かなり猟奇的な犯行ね。この事件では犯人につながるものは残っていなかったの？明石さんのジーンズ左ポケットから、しわくちゃになったレシートが発見されているぜ。そしてそのレシートの裏面には、追われている、助けてください、この男の人悪い人、と鉛筆で書かれていたそうだ。それってもしかして、犯人のことを指しているのかしら？でも、そのメモも結局は犯人探しには繋がらなかった。そんな、死の間際、何かを伝えようと、必死の思いで書き残したものかもしれないのに、ちなみに、包丁に指紋は残っていなかったの？文化包丁から指紋は検出されず、販売ルートもわからずじまいだったそうだ。わからないことだらけね。でも、明石さんの遺体からは犯人のものと思われる、大型の精液が検出されているぜ。そして水野さんの遺体には、犯人のものと思われる体毛が付着していたんだけど、この体毛からこちらも、犯人の血液型は O 型だと判明したそうだ。鑑定でそこまでわかるのね。それでも犯人逮捕には繋がらなかったの？ああ、有力な手がかりを得られないまま、1994年5月24日に公訴時効が成立したんだ。犯人が野放しになっているなんて恐怖でしかないわ。ところで、この事件と宇治市マラソン主婦失踪事件とは、どんな関係があるの？まずこの二つの事件が起こった時期や場所が、比較的近いんだ。この事件は、宇治市マラソン主婦失踪事件の半年後に起きているぜ。そしてこの二つの事件現場の距離は、直線距離にして約 12km なんだ。確かにこれだけ凄惨な事件を起こす人間が、
近くに何人もいるなんて、考えにくいし考えたくないわ。まあな。それから、この二つの事件に関連すると、考えられている三つ目の事件があるんだぜ。三つ目？これらは連続性のある事件ということなの？長岡京わらび鳥殺人事件から5年後の1984年5月15日、同じ長岡京市で当時48歳の主婦、木下京子さんが自宅で首や背中を刺され殺害され、遺体に衣や布団をかぶせられた上、放火された事件が起きたんだ。またもや主婦が狙われたのね。この事件もさっきの二つの事件と同様に、未解決事件として犯人は捕まっていないんだ。そして、殺害された木下さんは長岡京わらび鳥殺人事件で、殺害された水野さんと明石さんの二人と親しく、勤め先のスーパーの同僚だったんだぜ。え、そうなの？さらに木下さんは長岡京わらび鳥殺人事件の事件当日も、二人と一緒にわらび鳥をしていたんだ。そんな偶然ある？でも、木下さんは事件に巻き込まれなかったのよね？どうして？木下さんは二人より先に一人で山を降りたんだ。そのおかげで事件に巻き込まれずに済んだんだぜ。まさか事件から5年も経って自分が被害者になるとは、木下さんも想像していなかったでしょうね。長岡京わらび鳥殺人事件が発生した当時、事件があまりにも猟奇的だったため、マスコミと警察は報道協定を結んで、木下さんの安全のために一緒にわらび鳥に、行っていた事実を公表しなかったそうだ。もしかして木下さんはわらび鳥の際に、犯人の何らかの情報を知ってしまって口封じのために殺されたのかしら？その可能性は否定できないな。もしくは最初から3人に狙いを定めていて、木下さんが途中で帰るのは想定外だったという可能性もある。だから、何としても生かしておくわけにはいかなかったということ？でも、木下さんが放火犯に殺害されたのは単なる偶然な気もするけど、それが、木下さんが殺害された現場に、残された犯人のものと思われる血液型も O 型だったんだ。血液型は4種類だから4分の1の確率とはいえ、単なる偶然とは考えにくいわね。それにメディアでは木下さんがわらび鳥に行っていたことは、公表されていなかったわけだし。この事件は、これ以上詳しいことは分かっていないんだ。でも同じ職場ということを考えると、彼女たちがもともと何かトラブルを抱えていた可能性も否めないよな。以上が宇治市マラソン主婦失踪事件と、それに関連性があると噂されている二つの事件についてだ。いずれの事件も猟奇的な犯行であることや、ターゲットが主婦であることを考えると、やっぱり同一犯なのかもね。三つの事件が起こった場所も近いからな。しかも長岡京わらび鳥殺人事件は、宇治市マラソン主婦失踪事件の半年後に起こっているわけだし。でも三つの事件すべてが、未解決のまま時効を迎えてしまっているぜ。40年以上前の事件だから、もしかしたらすでに犯人は高齢で亡くなっているという可能性もあるみたいだ。なんだか逃げ得って感じで、やるせない気持ちになるわ。これらの事件の管轄って京都警察だよね。地元に住んでいる人たちは恐怖の中で過ごしていただろうし、もっと全力で捜査に取り組んで犯人を検挙してほしかったな。警察は最後の最後まで諦めなかったみたいだ。3件目の放火殺人事件の公訴時効が残り1週間となった際も、懸命の捜査を続け、最後まで犯人検挙に、全力を挙げるため地道な捜査を続けたそうだ。できることはやってくれていたのね。それなら仕方ないのかな。とは言っても、犯人を捕まえることを、遺族たちは一番望んでいたはずだし、二度と同じような事件を起こさせないために、なぜ犯人がそんなことをしたのかの原因を究明するためには、逮捕してほしかったけどな。そうよね。それでも犯人を特定できなかったということは、かなり計画的な犯行だったのかもね。今なら、防犯カメラが至るところに設置されているから、犯人の特定にも時間がかからない場合が多いけど、40年以上も前ともなるとそういう手がかりもなかったんだろうね。今の時代にこの事件が起きていたら、十分解決できていた可能性はあるよな。本当ね。今回の事件は、想定していない場面でも、事件に巻き込まれる可能性は十分あるのだと、気づかされる事件だったわ。どの街でも昼夜問わず、安心して、ジョギングができるようになるといいんだけど。そうだな。さて、というわけで今回は、宇治市マラソン主婦失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。平成最大の未解決事件。たった5分の間で3人が犠牲に。八王子スーパー南平事件。こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、今から食材の買い出しに、行くんだけど一緒にスーパー行かない？こんな時間にか？もうすぐ21時になるぜ。閉店間際の方が、割引商品が、
たくさんあるからお得に買い物できるのよ。例えば売れ残ったお弁当とかね。ふふ、そういうことか。まあ、暗くて危ないし一緒に行くか。代わりにお菓子を一つ買ってくれよな。子供じゃないんだから。まあ、いいわ。マリサには荷物持ちも担当してもらうからね。任せとけなんだぜ。でも、あまり暗い時間にスーパーに行くのは、感心しないな。どうして？スーパーは近いし、ちゃんと店員さんもいるから安心よ。その店員さんが、閉店後のスーパーで、射殺された恐ろしい事件があるんだよ。え、そうなの。その事件について、詳しく知りたいわ。じゃあ今回は、スーパーナンペイ事件について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。これは1995年の7月30日、東京都八王子市大和田町の、スーパーナンペイの事務所で、女性3人が拳銃で頭を撃たれて、殺害された事件なんだ。この殺人事件は、正式には、大和田町スーパー事務所内拳銃使用強盗殺人事件、という、日本で拳銃による事件が起こるなんて、ただごとじゃないわね。この事件は解決されてるの？解決どころか、犯人の動機も、不明な未解決事件なんだぜ。それは不気味ね。続けてちょうだい。先ほども言ったが、この事件の被害者は、パートの女性従業員と、アルバイト女子高生従業員の計3人だ。3人とも2階事務所内で、拳銃を持った、何者かによって射殺されている。銃を向けられたら、男の人でも、抵抗できないわ。女性なら3人いても無理よね。パート従業員女性には、額と頭頂部に、それぞれ1発の計2発。アルバイトの2人は、後頭部に1発ずつ撃たれて亡くなった。撃たれた場所からして、人質にするとかではなく、確実に命を奪おうとして撃ったって感じね。事件は21時15分から数分間の、出来事なのではないかとされていて、パート従業員女性の知人が迎えに来た、21時20分に発見され、撃たれてから、すぐに絶命したと見られているぜ。犯人の動機がわからないと、言っていたけど、お金目当てじゃないの？いや、犯人は銃撃後に金品などを、奪わず逃走しているんだ。金庫に鍵がかかっていた可能性はあるのかしら。金庫を開けようとした痕跡もなく、貴金属類や被害者の持ち物には、一切手をつけていないことから、金品目的ではないようなんだ。それなら3人のうち誰かに、恨みを抱いていたとかは？警察もそう考えたのか、強盗目的から、強盗と怨恨の両面から捜査しているぜ。悔しいけど、1995年なら、もう時効を迎えたんじゃないの？霊夢の予想通り、事件発生から、15年後の2010年7月に公訴時効が、迫っていたが、殺人罪と強盗殺人罪などの最高法定刑が、死刑の罪については公訴時効を廃止して、訴求適用する改正刑法及び、刑事告訴法が同年4月に施行されたんだ。なんか難しいわね。簡単に言うとどういうことなの？時効が成立しなくなったんだ。だから今も捜査が続けられているんだぜ。捜査の継続ができているのは、法改正のおかげだったのね。よかったわ。未解決のまま時効を迎えるなんてやりきれないもの。ああ。ちなみにこの事件は、捜査特別報奨金対象事件、捜査機関が、犯人を特定していない事件では最も古い事件だ。法改正のタイミングも、銃が使われたっていう事件性も、とにかく異様な事件よ。日本で暴力団やテロリストが使うものだと、思われていた銃が、一般市民に向けられたという。この事件は日本における銃犯罪の、ターニングポイントとも言われている。市民としては恐ろしいわ。もっと詳しく事件までの経緯を説明するぜ。お願いするわ。事件当日の16時46分、夜勤予定のアルバイトの女子高生 B が、勤務先から2、3分の距離にある、自宅から自転車で出勤した。16時48分には B と同じく、夜勤のパート従業員の A も出勤して、A は知人男性に車で送ってもらった際、勤務後に小料理店に行く約束をしていたんだ。だから事件が起きて、すぐに知人男性が訪れていたのね。17時には A と B が21時までの勤務を開始した。レジは3台あったが、1台を閉めて、2台をそれぞれが担当していたぜ。A は夜間店長で、売上金を金庫に、保管するのが役目だったんだ。普通の夜勤って感じね。この時、店の周辺で怪しい人とか、目撃されてなかったの？17時30分に店の前をうろついて、店内を覗き込むような動きをする、白いシャツにグレーのズボン、年齢は50代くらいの男がいたと、買い物客が証言している。それだけで証拠にはならないけど、買い物客の記憶に残るってことは、相当不審な動きをしていたのね。そうだな。その1時間後、18時30分に男性従業員が、勤務を終えて退社していこう。店には A と B のみになった。
この日は同時間にスーパーから、30メートルほど離れた距離にある公園で、毎年開催されている自治体主催の、盆踊り大会が始まったぜ。近くで盆踊り大会があったのなら、お店の近辺は、太鼓や人の掛け声で、騒がしかったでしょうね。鋭いな。このことが事件に繋がってくるんだぜ。18時50分、この日は非番だった。アルバイトの C が、シフトの確認を、するために自転車で来店した。C さんはこの日、働きに来たんじゃなくて、たまたまシフト確認のために、事務所を訪れていたのね。シフトを確認したら帰ってもいいはずなんだが、B と勤務後に合流する約束をしていたため、閉店まで店に滞在することになっていたんだ。そういうことだったのね。そして閉店の1時間前である19時59分、A は客足が落ち着いたところで、レジを1台閉めて、その売上金を持って2階の事務所に行き、金庫の上に置いた。この時の B と C の様子はどうだったのかしら？目撃情報によると、レジを担当していた B の近くに C がいて、勤務が終わったら一緒にお祭りに行こう、と話していたらしい。つまり、この時 A は事務所に行っていて、店内で働いていたのは、B だけだったということ？ああ、20時30分頃には C もいたが、この時あたりの様子を伺う、不審な男が目撃されている。男は20時45分にも、店前の路上から、店内を覗き込んでいる姿が目撃されていたぜ。その不審な男の目撃情報はいくつも寄せられていたのね。レシートによる記録もあるが、20時51分には閉店間際に C が牛乳や卵を購入していることが分かった。この同時刻、A が閉店準備をしつつ、近所の買い物客と会話をしているんだ。その買い物客は C とも話していて、この後 B とお祭りに行くと話していたらしい。店員さんと話すなら、普段からよく来る常連客だったのね。おそらくそうだろう。そしてこれが3人の存在を目撃した。裏付けできている最後の情報だぜ。20時56分に、若い男女が閉店間際に、買い物をして白いセダンで立ち去っている。この客が事件当日の最後の客で、犯人を目撃した可能性もあり、警察もこの二人の素性を探ったんだが、何もわからなかったんだ。このお客さんが帰って、その後に閉店したのね。その通りだ。21時にスーパーナンペイは閉店時刻を迎え、B は残りのレジの売上金を持って事務所に行き、夜間店長の A が受け取って、金庫に保管して施錠した。店の周りに怪しい車があったと言っていたけど、この時の店の周りの様子はどうだったの？公園の盆祭りは佳境を迎えて、太鼓の演奏がより一層響き渡っていた。店は戸締まりと施錠、消灯を済ませたが、その駐車場では車を止めていた住民が、スーパー横の通路に不審な男がいるのを、目撃している。確かに、閉店後のスーパーの近くに、いる人物って怪しいわよね。目撃者の車のライトが当たると、顔を伏せるようにしてその場を、立ち去ったらしい。ライトが眩しくて顔を伏せたとも、考えられるけど、顔を見られたくなかった。っていう可能性もあるわね。21時7分に盆祭りが終わり、近辺にはいつもの静けさが戻った。A は21時15分に、事務所から、知人男性に迎えに来てくれるよう、電話をかけて、それとほぼ同時に事務所の、セキュリティシステムが稼働し、入り口が施錠されたぜ。ここまでは問題もなく、予定通り閉店作業が進んでいるわね。だが、21時17分にスーパーの近くの、交差点で、高校生カップルがスーパーの、方角から火薬破裂音を数回聞いている。この音は、近所に住んでいる住民も、数人聞いているんだ。銃声だったのかしら。このタイミングで誰か通報していれば、犯人が捕まったかもしれないわ。それは難しいかもだぜ。祭りの後だから、花火の音だとも、考えられるからな。そう言われたらその通りね。私でも聞き流すわ。日本で銃声が響くなんて誰も思わないわよ。この音の数分後、21時20分に、A の知人男性が約束通りスーパーに到着した。まだ外に出ていない A を待っており、事務所の方を見ると明かりがついていて、人の気配があったらしい。しかし、25分ほど待っていても A は、出てこなくて、A が先に小料理屋に、行っているのではないかと思って、店に確認をしたんだが A は来ておらず、不審に思ったという、もしかしたらまだ事務所で、着替えているのかと考えた知人男性は、他の女性がいるかもしれないため、店の女将を連れてスーパーに戻ったんだ。それでご遺体が発見されたの？そうだ。女将が先に事務所を、訪ねて声をかけたが返事はなく、人の気配がないように感じたので、知人男性を連れて再度事務所に向かって、事務所の内部を確認したところ、銃で撃ち抜かれた3人を発見した。これで事件が発覚したのね。女将と知人男性の気持ちを考えると、胸が痛くなるわ。22時8分、現場近くの八王子駅前交番に、
駆け込み、駐在の警察官に知らせた。こうして事件が公になったんだぜ。捜査で何か分かったことはあったの？3人の殺害時の様子が分かったんだ。A は体を縛られていなかったが、銃のグリップ部分で右の顔面を殴られており、その後、金庫の脇に突き飛ばされて、額と頭頂部に銃を押し付けられ、それぞれの位置に一発ずつ銃弾を、撃ち込まれていたぜ。残忍すぎるわ。女子高生二人はどうだったの？二人は粘着テープで口を塞がれて、うつ伏せでお互いの右手と左手を、縛られた状態だった。それで至近距離から後頭部に、一発ずつ撃たれて殺害されていたんだ。ひどいわね。A だけが殴られて、二発撃たれているのは、A に恨みがあったからなのかしら。それはわからない。犯人が A に恨みがあったのか、または A が女子高生二人をかばったのかもしれない。確かに自分より年下の子がいたら、自分が守らなきゃって思うかも。捜査時の状況は、まずおかみと知人男性が、発見した際に鍵が開いていたこと、A と B は制服から私服に着替えていて、帰る直前の犯行だったと推測されていること。さらに被害者の周辺の床は血の海だったが、犯人はそれを踏まなかったことと、金庫に向かって発砲した痕跡はあったが、室内は特に荒らされた様子が、なかったことが挙げられている。金品が目的じゃなさそうなのはわかるけど、犯人の動機はいまいちつかめないわね。何の目的でこんなことをしたのかしら。これまでの話をまとめると、強盗の線は薄れているが、可能性としてはゼロじゃないんだぜ。金銭が奪われた形跡がないのに、強盗の可能性があるの？事件前から事務所には鍵がかけられて、いないことが多く、日中や夜間問わずに、何度も空き巣に入られていたんだ。何度も空き巣が侵入しているのに、鍵をかけなかったの？だからこのスーパーは、不用心で、セキュリティが甘いスーパーとして、有名だったんだ。その情報は、犯罪者間で共有されていそうね。しかも事務所への入り口が、外に出て、駐車場を経由した外部の階段のみだったのも、セキュリティが甘くなる要因だった。ということは、生身の現金を外部の、人間に見せながら移動することになるわね。A は以前から防犯について不満を持っており、周囲の人間に愚痴を言うことがあったらしい。私でも言いたくなるわよ。危ないもの。でも、どうして犯人は、お金を盗まなかったのかしら？金庫のダイヤルナンバーを、割り出せなかった説がある。でも、金庫を開けようとした形跡はなくて、一発扉に向かって発砲された跡が、あるだけだったわよね。それは考えにくいと思うけど、警察も被害者の周囲の人物を洗っていて、怨恨説を視野に入れているしな。金庫内にあった500万ほどの現金を、盗もうとした形跡がなかったし、犯人の動線はほぼ入り口と金庫の一本のみで、机を開けた形跡もなく被害者の、血だまりを一切踏んでいない。怨恨と思える点はどんなものが挙げられるの？夜間店長で金庫のナンバーを知っている。A に金庫を開けさせるのは簡単だ。だが、それをせずに殺害したのは、怨恨説を浮上させる要素になる。そして3人は脳幹を正確に打ち抜かれていて、即死状態だった。こんなことを、ためらいもなくできる人間は少ない。無慈悲で冷酷な犯行方法だわ。明確な殺意を感じるわね。他にも、事件の前に A はカッターナイフを、同封された脅迫状を送りつけられている。手紙にはこのままだと命はないぞ、と書かれていた。どうして A はそんなに恨まれてしまったの？ A は気性が荒くて、激しい性格だったようだ。飲食店に男性と訪れた際は、その男性を、強い口調で罵倒している姿が、目撃されている。また、以前から金銭を、貢いでくれていた男性と揉めており、そういったことから周囲は、この事件は、怨恨によるものだと考えているんだぜ。A が健全なお付き合いをしていなかったことが、この事件の原因になってしまったかもしれないのね。また、二人のアルバイトに関しては、激しく周囲と揉めた様子はなかったため、ただ巻き込まれてしまった可能性がある。その可能性が高いわね。C に至っては不運にも偶然店を、訪れたばかりに巻き込まれてしまったんだし。ああ。ただ、現場の状況から、プロファイリングは行われている。事務所内で犯人の靴跡は10個ほど、採取されていて、実行犯は1人だと、断定されているんだ。靴のサイズは26センチ、靴跡の付着物からは、微細な鉄粉と粘土、苔が検出されたぜ。鉄粉って、普段の生活で、付着することはあるのかしら？これに関しては溶接の際に、付着したものだと思われ、実行犯は溶接作業か鉄工所に勤務か、そこに出入りする人物である、可能性が指摘されている。靴跡以外の物証はあるの？被害者の脳幹を正確に打ち抜いていたことから、銃の扱いに詳しくて、なおかつ、打ち慣れていると推測された。犯行へのためらいもないなら、ヒットマンとか手慣れた人物である。
可能性があるわね。ああ、使用されたフィリピン製の拳銃スカイアーズビンガム38口径は、性能が悪くて命中率の低い銃だったんだ。なのに正確に脳幹を撃ち抜くことができたなんて、犯人はかなり銃の知識があって、取り扱いに慣れている人物かもしれないわ。そして犯人と思われる指紋も、見つかっているが、犯人の特定には、至らなかった。こんなに大胆な犯行なのに、証拠が少ない気がするわね。全く犯人の見当が、つかなかったわけではないぜ。何人か有力な犯人候補がいるんだ。犯人候補がいるの？どんな人なのか教えてちょうだい。まず、暴力団関係の手紙を読んでいくぜ。この人は別件で拘置されていたが、別の拘置所の知人に宛てた手紙で、自身が事件に関与していたことを、示唆する内容が記されていたんだ。さらにその中で、実行犯として、元自衛官の名前を挙げている。暴力団も自衛官も、場合によっては、銃の扱いに慣れているわね。他には2002年に、愛知県で銀行強盗未遂で、捕まった当時70代の男が、この事件に、関与しているのでは？との報道もあった。理由は何かしら？この男が過去に起こした強盗未遂で、使用した銃弾の銃痕と似ており、そして事件当時は八王子に住んでいたからだ。使用された銃は、メジャーな、銃というわけでもないのよね。ああ、また他の情報だが、日本では、旧都道府県で資産家宅を狙って、計17件の強盗を起こした、強盗団の主犯格でもあり、中国で死刑が確定していた日本人の男が、この事件に関する情報を持っていると、中国の公安当局に証言したぜ。その男に話を聞きに行ったりしたの？もちろんだ。これを受けて日本の捜査局が、この男に面会したところ、日本で強盗団にいた際に、八王子の、事件の詳細を中国人メンバーが知っていたと、証言したんだが、この男は、2010年4月9日に処刑されたんだ。詳しく追及することはできなかったのね。処刑は犯人につながる手がかりを、吐いてからにして欲しかったわ。悪いことをしたから仕方ない。でも、この男が語っていた中国人メンバーの、素性を突き止めることはできたぜ。その人物は福建省出身で、日本での不法滞在を理由に強制送還されていた。だが、事件直前の1995年に密入国しており、2002年に不法出国した後は、難民としてカナダに移住していた。また外国にいる人なのね。手続きが大変そうだけど、話を聞くことはできたの？ああ、カナダも日本政府の、身柄引き渡し請求に応じ、引き渡しが承認されたぜ。男の弁護士がこれを不服として控訴したが、判決は引き渡しを認める内容だったぜ。この結果、日本での旅券法違反で懲役2年、執行猶予5年の有罪判決になった。しかし、結局彼から八王子の事件に、関する情報を得ることはできなかったんだぜ。苦労した割に収穫ゼロだったのね。そういうこともあるか。また、指紋がほぼ一致している。日本人も犯人の候補に上がった。現場のガムテープを解析して、検出された指紋を警視庁が保管する、1000万人の解析データベースと照合したところ、2005年頃に死亡した日本人のものと、8つも特徴が一致したんだ。それは犯人だと思っていいんじゃないの？だが、警察や司法局が同一人物だと、判断する基準は12個となっていて、それを満たしていない。ただこの男性は、事件の1ヶ月前に息子が、起こした交通事故により、被害者から、多額の賠償金を請求されていた。お金に困って、支払いのために、犯行に及んだかもしれないってわけね。現場付近で目撃された白いセダンと、同様の車を所有していたのも、有力視されたポイントだぜ。しかし、この事件はこれだけ犯人候補が、いるにもかかわらず、今も未解決のままとなっているんだ。かなり不可解な事件だったわね。関係者らしき人たちの中には、亡くなっている人もいるし、解決が難しそうだわ。ああ、犯人が真実を墓場まで、持って行ってしまった可能性すらあるからな。そうじゃないといいけど、ゆくゆくは解決されるといいわね。じゃないと被害者たちが浮かばれないわ。というわけで今回は、八王子スーパー南平強盗事件について解説したぜ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。警察の隠蔽によって迷宮入り。許されない事件、富山市会社役員夫婦放火殺人事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ごく稀に犯人を捕まえる側のはずの警察が、事件を起こしてしまうことがあるわよね。ああ、警察といっても人間だからな。そういう奴もいる。ただ、当初犯人だと思われてた警察官が、実は真犯人じゃなかったと判明したことで、未解決になった事件もあるんだ。
犯人だと思われてたのに犯人じゃなかったってこと？ああ。じゃあ今回は、富山市会社役員夫婦放火殺人事件について、解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしてってね。この事件が起こったのは2010年4月20日午後0時20分頃で、富山県富山市大泉にある3階建ての SK ビルの2階部分から、火災が発生し、焼け跡の寝室から79歳男性と74歳女性の夫婦の遺体が発見されたというものだ。それじゃあ放火によって殺害されたってことなのかしら？いや、この事件で亡くなったのは福田三郎さんと福田信子さん夫妻なんだが、二人の首には絞められたような跡が残ってたそうなんだ。じゃあ死因は絞殺で、火は二人が殺害された後につけられたものなのね。ああ、殺害した後に灯油を撒いて放火したらしい。被害者である三郎さんは不動産業などの複数の事業を手掛けてて、数年前に SK ビルを買い取って夫婦二人で暮らしてたそうだ。この段階では警察は犯人の目星はついてたの？いや、この段階ではまだわからなかったらしい。ただ、2010年6月に週刊文春に対して CDR と、一枚の手書き現場見取り図が送付されたことで大きな動きを見せたんだ。その CD には何が入ってたの？2012年8月1日に県警が差し押さえ令状を出したことで、回収した CDR の内容が確認されたんだが、中には犯人らしき人物によって動機や困窮した現状について記されてたそうなんだ。まさか犯人が送ってきたものなの？そうじゃないかと考えられたんだ。そしてそこには、格差社会の歪みにはまり、憎悪を増幅させてしまった経緯について手記として書き記したい。私の生活は困窮している。私のやり遂げなければならないことにも、お金がかかる、などと書かれてたそうだ。つまり犯人としてはこの事件に関する情報を、文春にだけ話すから、それ相応の報酬が欲しいって言ってるのね。ああ、これだけならただのいたずらとも取れるんだが、もう一つの見取り図の方が問題になったんだ。現場の見取り図って話だけど、行ったことがある人なら誰でも書けるんじゃないの？確かにただの見取り図なら誰でも書けてしまう。だがその見取り図には現場で亡くなってた。福田夫妻の遺体の位置や向きまで正確に記載されてたんだ。確かにそれだとおかしいわね。普通そういう情報って警察とか事件の関係者じゃないと、知り得ない情報のはずだわ。だから警察はこれを送ってきたのが事件に何らかの形で、関わってる人物だと考えたんだ。そしてその結果、富山県警の当時54歳だったある警察官が逮捕されることになった。その人が送ったものだったの？どうやら CDR を解析する過程で、文書作成者として、被害者の知人だった警察官の名前がローマ字で残されてたみたいなんだ。それじゃあ本当にその警察官がこの事件に関わってたってことかしら？こうして逮捕されたその警察官だが、彼はいくつもの罪状で何度も逮捕されることになったんだ。え？でも仮に犯人じゃないとしても守秘義務違反とかそのあたりじゃないの？確かに2012年10月31日に地方公務員法違反で逮捕されたんだが、11月21日に別の捜査情報の漏洩もしてたとして、さらに地方公務員法違反で再逮捕されたんだ。さらに12月22日には今回の事件の犯人として、殺人及び現住建造物等放火と死体損壊の疑いで逮捕されてるんだ。でも最初に話してたけど、この事件に関しては、犯人じゃなかったんでしょ？詳細は後で話すが、少なくとも殺人と放火に関しては違ってた。ただこの警察官は2012年の捜査によって2008年7月13日に、富山市の親族宅に侵入して財布を盗み、16日には別の親族宅で金庫を壊して、数十万円相当の金塊と現金十数万円を盗んだ容疑が浮上してるんだ。もしそれが事実だとするととんでもない警察官ね。でもまだ疑惑の段階だったんでしょ？現行犯じゃないから確実にやったとは言い難いが、窃盗現場にその警察官が普段使用してる懐中電灯が、落ちてたみたいだから、かなり怪しいけどな。なんだかいろんな容疑がかかってるけど、結局その警察官はどこまで関与してたのよ。まず最後の窃盗に関しては親族からの告訴がなかったため、不起訴になった。問題の本件の容疑については当初は容認してたそうだが、後に否認し始めたらしい。犯人が言い分を変えるっていうのはよくあることだけど、実際この警察官の言ってることはどこまで本当だったのかしら。じゃあここでその警察官がもし犯人だった場合に、生じる疑問点について話していこう。何か引っかかる点があったの？ああ。まず容疑者となった警察官は週刊文春へ送った CDR の作成時期について、6月上旬って供述してるんだが、実際の記録は5月12日だったんだ。つまり1ヶ月のズレが存在することになる。でもそれなら別に作った時期を忘れてしまったってことでも納得できるわよ。
まだまだあるんだ。今話した文春へ送った CDR の作成時期に記録されている。5月12日っていう日付なんだが、警察官はこの日、当時の所属だった高岡警察署誘致管理課で、勤務しててアリバイがあったんだ。人目を盗んでこういう文章を作るのは難しいかもしれないわね。アリバイがあるってことは署にいた人たちが目撃してるってことでしょうし。次に、CDR の文書ソフトのバージョンが警察官が使用したと説明した。ノートパソコンの設定と異なってたって点だ。設定はいじってしまえるからなんとも言えないけど、そういったことをすれば記録が残るでしょうから、多分本当に別のパソコンで作られた感じかしら。それどころかそもそも警察官のノートパソコンに、CDR に絡む文章を作成した痕跡が存在しなかったんだ。パソコンは絶対に履歴が残るし、警察の捜査でもそれが出なかったってことは、少なくともそのパソコンで作られたものではなさそうね。それと警察官は、夫婦の首を紐で絞めた、と供述してたんだが、法医学者の一部からは手で絞めた虐殺の可能性が、指摘されてるんだ。なんとなく考察だから凶器を使ったのかと思ってたけど、確かに手で絞めたなら違った痕跡が残るわよね。ああ。しかも犯行に使ったとした凶器や盗んだ財布を川に捨てたと、供述してたんだが、これもどれだけ捜索しても発見できなかったらしい。これに関しては別の場所に捨ててる可能性もあるけど、何かカメラに映ってたりはしてなかったの？いや、警察官が事件前後に通ったらしい道路の防犯カメラにも、映ってなかったんだ。カメラにも映ってなかったとなると、本当に殺人と放火はやってない可能性があるわね。それに動機についてもおかしい部分があったんだ。本人は動機について、30年以上前からの付き合いの積み重ねでやった。親の恨みが子供に引き継がれることもある。って、供述したそうなんだが、この証言の裏付けが取れなかったんだ。親同士に何かがあってそれが原因で、事件を起こしたみたいに言ってたのね。以上のことだけでも本当にその警察官が犯人なのか、どうか疑わしくなるが、2013年5月の処分保留以降、自分がやったのかわからない、って言い出したそうなんだ。つまり供述が以前よりも曖昧になった。たまに冤罪なのに警察からの質問がきつすぎて、自分がやったって言ってしまう人もいるし、もしかしてそれだったのかしら。なぜ彼が自分のやったこととして話したのかは不明だが、CDR に文書作成者の名前として記録が残ってたのを見るに、少なくともこの事件の犯人はこの警察官のことを知ってたってことになるかもな。この警察官は捜査情報を漏らしてたみたいだし、真犯人に何らかの目的で現場の見取り図の情報を流したのかしら。警察官がなぜ捜査情報を漏らしたのかについては、この後に話すが、少なくとも彼は知人に捜査情報を漏らした。地方公務員法違反で2012年12月7日に起訴されてるんだ。じゃあ情報漏洩を起こしてたっていう容疑については、ほぼ確定と言ってもいいのかしら。判決が出た以上はそういうことになる。警察官に下された判決は懲役1年執行猶予4年の刑で、2012年7月25日に言い渡された。守秘義務違反も大問題ではあるけど、さすがにそこまで重い罪にはならなかったのね。確かに執行猶予もついてるし判決は軽めかもしれないが、2013年3月25日で懲戒免職になってるんだ。警察としてはいろいろと疑惑のある人物だし、自分たちのところに置いておこうとは思えないわよね。こうして犯人不明の状態になってしまったこの事件だが、ここで警察官本人じゃなくその他の部分で疑問となる点について話していこう。さっき警察官の供述が嘘ばかりだったのが判明したけど、まだ何かおかしな点があるの？ああ、なぜ逮捕された警察官が情報漏洩をしてたかなんだが、どうやら借金まみれだったらしいんだ。それが関係してるんじゃないかと言われてる。警察の捜査情報が欲しい人ってたくさんいるでしょうし、それが手に入るなら多額のお金を払う人もいるでしょうね。そうだ。警察官が警部補の役職についてたらしいんだが、その立場を利用して薬物捜査の資料を横流ししてたみたいなんだ。それがもう一つの情報漏洩なのね。じゃあ今回の事件でもお金目的で横流ししたのかしら。そこなんだ。情報漏洩なんて方法で小銭を稼いでた人物が、わざわざ人を殺してまで金を盗むとは考えにくいんだ。確かにそうね。殺人はリスクが大きすぎるし、それならそうやって情報の横流しを続けてた方が罪も軽いし簡単に稼げるわね。それに犯行が行われた時間や方法も疑問点として挙げられるんだ。ちょうどお昼時だったのよね。ああ。しかも現場となった SK ビルは駅や商業施設の近くに建ってる建物なんだ。もし最初から殺害が目的ならもっと人通りが少ない時間を狙うんじゃないかって言われてるんだ。わざわざ目撃者が出るかもしれない時間帯にやるなんて、リスキーすぎるわよね。
それに殺害方法も手を使った虐殺だと言われてる。いくら相手が老人だとはいえ、素手で二人も殺そうと思ったら、凶器の一つでも用意するんじゃないかという意見がある。それこそ殺害が目的なら刃物とかを使った方が確実だしね。じゃあもしかして犯人は最初は殺害目的じゃなくて、何かの拍子に殺害に至ったって感じなのかしら。そこはわからないが、不可解な点としてそういうのが挙げられてる。それに容疑者として一度捕まった警察官だが、どうやら彼は事件発覚から約3ヶ月後に睡眠薬を使って、自殺を図ったみたいなんだ。そうだったの？でもどうしてそんなことしたのかしら。彼は殺人と放火に関しては犯人じゃないのよね？ああ。この自殺未遂の理由も判明はしてないんだが、彼と福田夫妻が数十年来の付き合いなのが、関係してるかもしれないと言われてる。知り合いだったの？どういった関係性だったのかは定かじゃないんだが、彼が自殺を図ったのは自責の念に駆られてじゃないか。っていう説がネット上にはある。どういうこと？何らかの理由で SK ビルや福田夫妻に関する情報を、犯人に横流しした結果、数十年来の付き合いがある。知り合いを死なせてしまった後悔からじゃないかとその説では語られてる。でもそうだとすると、警察官がその犯人をかばってることにならない？もちろん真実を話せば情報漏洩をしてたことはバレるけど、自分が犯人だって供述する理由にはならない気がするのよ。もちろんあくまで一説だから警察官が何を考えてそうしたのかはわからない。ただ犯人はその警察官がよく知る人物なんじゃないか、とは言われてるぜ。現場の見取り図を完璧に知ってて、警察官の名前も知ってる人物ってことだものね。普通は警察官の名前なんて知らないもの。こうして未だに犯人の特定に繋がってないこの事件だが、現在捜査を進めるために懸賞金制度が導入されてるんだ。現場に証拠らしいものもなくて監視カメラにも有力な情報が残ってなかったみたいだし、あとは何か見た人がいないかを探すしかないしね。ああ。だから捜査特別報奨金上限の500万円が警察から出ることになってる。お金がもらえるとなれば精度の高い情報が入ってきそうね。さらにそれだけでなく、富山市大泉地内の殺人放火事件捜査に協力する会から、謝礼金500万円も支払われることになってるんだ。つまりもし犯人逮捕につながる有力な情報を提供した人には、合計で1000万円が支払われることになる。相当な金額が動くことになるのね。それでこの制度が導入されてから何か有力な情報は手に入ったりしたの？捜査状況がわからないから何とも言えないが、少なくとも私が調べた範囲では、特にそういった情報は入ってきてないらしい。でもそういうのが入ってきてないにしても、捜査自体はされてるんでしょ？もちろんされてるぜ。ただ犯人特定のためには、そこに繋がる新たな証拠が必要になるらしくて、それが見つかってない現段階ではかなりハードルが高い捜査になってるそうだ。もし私たちが何か役立つ情報を持ってたりしたらどうすればいいのかしら。その場合は富山県警のホームページから情報提供フォームに行けるから、そこから提供ができるぞ。文春に送られてきた CDR に記録されてた。文章や一緒に送付された見取り図もそこで確認可能だ。ちゃんと事件を詳しく知らない人でも何があったのかがわかるようにしてあるのね。それだけ色々と公開されてるなら、どういう情報を提供すればいいのかもわかりやすくていいわね。以上が、富山市会社役員夫婦放火殺人事件、だ。白昼堂々行われた犯行なのに目撃情報もカメラ映像にも、何も有力な証拠がないのが厄介ね。それに加えて当初犯人だとして逮捕された警察官も情報漏洩は、実際にやってたわけだから、文春に送られてきたものが、どこまで信用していいものなのかわからないのも厄介なポイントだ。捜査情報を手に入れさえすれば誰にでもかけてしまうものだものね。痕跡が少なくて未解決になってしまったこの事件だが、有力な情報が入って事件解決に至ることを願ってるぜ。どうして福田さんたちが殺害されてしまったのかも解明されてほしいしね。というわけで、今回は、富山市会社役員夫婦放火殺人事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。美人エリートがラブホ街で巻き込まれた美人エリートの裏の顔。東電 OL 殺人事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサは動画だと明るいけど、プライベートは暗いわよね。おいおい、プライベートの私をバラさないでくれよ。話しかけても全然反応してくれないし、このネクラ、めちゃくちゃ言うじゃないか。じゃあ今回は、表の顔と裏の顔って、ワードにちなんだ事件を紹介するぜ。表の顔と裏の顔？なんだか怖いわ。人には見せてない面を、人それぞれ持っているのさ。なんだかすごく気になってきたわ。早く教えてちょうだい。ということで今回は、東電OL事件について紹介するぜ。
それじゃ、ゆっくりしていってね。まずはざっくり事件の概要を説明するぜ。1997年、東京電力に勤めていた女性が、東京にあるアパートの空き部屋にて殺害されたんだ。この動画に話題が上がるってことは、謎がたくさん残された事件なのよね。その通りだぜ。この事件、すぐに犯人が捕まったが、実は冤罪だった。とか、被害者女性には裏の顔があった。とか、いろいろ謎が多いんだ。一つ一つ、詳しく話を聞いていきたいわね。じゃあ順を追って、深掘りしていこうか。被害者は東京電力に勤めていた、渡辺康子さん。彼女は杉並区永福町で、母親と妹の3人で暮らしていたんだ。お父さんはいなかったの？お父さんは、彼女が大学2年生の時に、癌で亡くなってしまっているぜ。父は東大出身、母は日本女子大出身、妹は東京女子大卒業後大手電機メーカーに、就職というエリート一家で育った。安子さん自身もかなりのエリートで、慶応女子校から慶応義塾大学経済部を卒業し、東京電力に初の女性管理職として、入社したんだぜ。頭も良くて優秀だったのね。経済分野の論文をいくつも発表し、その論文は高い評価を得られていたそうだぜ。れっきとした高学歴高収入エリートね。ああ、その高学歴高収入が彼女の表の顔だ。さっき彼女には裏の顔があるって、言っていたわね。キャリアウーマンの、裏の顔って一体何をしていたの？毎日17時20分、定時で退社した彼女が、向かった先は渋谷の道玄坂。あそこってホテル街よね？そんなところに何しに行っていたの？彼女はそこで売春していたんだ。え？体を売っていたの？一日に最低でも4人客を取るなど、自分でノルマを設定して終電で帰る、という生活を送っていたんだぜ。なんでそんなことを？お金に困ってたのかしら？東京電力の管理職として、働いていた彼女が金目当てで、そんなことするか？しかも、ただ同然の、金額で売春していたなんていう、情報も出ているんだ。一体どうして、仕事にも恵まれて、金銭的に余裕があったであろう彼女が、なぜ売春に手を出したのかしら。闇みたいなものが心の奥底にあったのかも。実際、彼女は会社から孤立し、相当ストレスを感じていたそうだぜ。そうなの？じゃあ次は彼女の心の闇について深掘りしていくぞ。さっき渡辺さんは会社で、孤立してたって言ってたけど、それはどうしてなの？いろんな人に慕われて、仕事をしてたんじゃないの？仕事に対しては真面目に取り組んでいたぜ。でも彼女が発表したある論文のせいで、職場では煙たがられていたそうなんだ。ある論文？それが、原発の危険性を指摘する論文だ。え？彼女が働いてる東京電力って、原子力発電所をいくつも持ってる、会社よね？なんでそんな論文を？実は彼女の父親も、東京電力で働いていたんだ。将来の役員候補なんて言われていた父親だが、原発の危険性を指摘したため、降格されてしまったんだ。そして彼女が大学2年生の時に、父親は癌でこの世を去り、父親の意思を継ぐために彼女は、東京電力へ就職したんだぜ。そして父親と同じ論文を発表したのね。でも原発反対の父親を降格させてまで、抑え込んだのに、その娘がまた同じことを、研究するなんて、邪魔だと思われるんじゃ。思われるかもな。実際彼女は、周囲の人にシカトされていたそうだぜ。会社では半原発として煙たがられ、彼女の心はずっと孤独だっただろうな。そのストレスから彼女は28歳の時に、拒食症を患って入院したこともあるんだ。事件当時、身長169センチと高身長に対し、体重は39キロしかなかったんだ。ガリガリじゃない。売春もそのストレスから逃れるために、手を出したのかしら。彼女は他にもたくさんの奇行が、報告されているんだぜ。奇行？なかなかパンチがあるから、心して聞いてくれ。コートの裾をまくし立てて外で放尿したり、道に落ちているビール瓶を酒屋で、一本5円で換金。ホテルの布団を、大便や小便で汚しまくりで菌になっていたなど、一般人には理解しがたい気候に、走っていたという話があるぜ。思っていたより彼女の闇は深そうね。ここからは、事件発生から犯人逮捕までを説明していくぜ。1997年3月19日、東京都にある、木造2階建てアパートの1階空き部屋で、渡辺さんが首を絞められて、亡くなっているのが発見されたんだ。第一発見者は誰なの？そのアパートのオーナーが経営する、ネパール料理店の店長が第一発見者だ。オーナーから鍵を預かり、このアパートの管理を任されていたそうなんだ。発見される前日、渡辺さんが発見された、101号室に、仰向けで寝た状態の女性を、
第一発見者のネパール人が目撃しているんだ。それが渡辺さんってこと？ああ。だがその時点では熟睡してるのかな？と勘違いしその場を立ち去ったんだ。まさか亡くなってるなんて思いもしないわよね。でも次の日もその女性のことが気になり、もう一度小窓から部屋を覗くと、女性がまだ寝ているのを見て、もしやと思い警察に通報。調べによると、渡辺さんが亡くなったのは、3月8日の夜から9日の未明と判明。発見されるまで10日ほど経っていたそうだぜ。前日に通報していたとしても、もう間に合わなかったのね。発見された時の渡辺さんの状態だが、バーバリーのベージュのコート、下には青のセットアップ、下着にも乱れはなかったそうだぜ。ピシッとした服装をしていたのね。渡辺さんの近くには彼女のカバンも落ちており、中に入っていた財布の中の現金は、たった473円しか入ってなかったんだ。首を絞められて殺された後に、お金を抜かれたの？ああ、現金4万円が、抜き取られたことが判明しているぜ。警察は現場の状況から、被害者と関係を持った犯人が、渡辺さんを殺害した後、お金を盗んで、逃走したと推測し、強盗殺人として、捜査を進めたんだ。さらに渡辺さんが発見された現場には、彼女以外の毛髪や使用済みの、コンドームなどが発見され、亡くなる直前に誰かと性行為に、及んでいた痕跡が残っていたんだ。街で見かけた男性をそのアパートに、連れて行って、行為に及んでいたのかしら。実際、渡辺さんはこの空き部屋を、性行為する際に何度も利用していたそうだぜ。殺害されたと言われる8日の日の夜、渡辺さんは会社員っぽい男性と、食事をした後ホテルに行ったことが、警察の調べでわかっているんだ。あら、そのサラリーマンが怪しく見えるわね。だが8日の22時過ぎに2人はホテルを、チェックアウト、そのまま22時半には、渡辺さんと会社員の男性は解散。男性もその後のアリバイは、しっかりあったそうなんだ。じゃあそのサラリーマンは捜査から外れるわね。ちなみにそのサラリーマンは別れ際に、渡辺さんに、売春代として4万渡しているぜ。その4万が財布から抜き取られたってわけね。でも使用済みコンドームとか毛髪とか、すぐにでも犯人を特定できそうだけど、そうはいかなかったの？それなりに証拠はあったんだけどな。捜査は難航したんだ。次は見つかった証拠と残された、謎について一個ずつ紹介していくぜ。まず一つ目だが、渡辺さんの手帳には、数十人の男性の名前、電話番号が記されていたんだ。売春婦としても働いていたんだし、仕事の予定を書くのは当たり前よね。警察も手帳に書かれた名前を調べるうちに、さっき話したサラリーマンにたどり着いたんだ。なるほどね。でもそのサラリーマンはアリバイがあったのよね。てか、その手帳にもし犯人の名前が、書かれていたら、手帳をそのまま放置して、逃げるなんてことあるかしら？そうなんだ。わざわざ自分の、痕跡があるものを残すわけがないよな。じゃあ手帳は全くの無関係なのかしら？その手帳に何か手がかりがあるかもって思うのは普通だよな。でも現場に残すってことは、犯人のことは一切書かれていないのか。なんだか確証が得られなくてもやもやするわね。次に紹介する証拠は、渡辺さんが使っていた定期だ。殺害されたと言われる8日から4日後の3月12日、現場から10キロ以上離れた場所から、渡辺さんが使っていた定期が発見されたんだぜ。そんなに離れた場所で？渡辺さんは日頃から電車を使っており、殺害されたと言われる8日から、1週間前の3月1日に購入された定期なんだ。約半年分の定期を買ったのに、それをわざわざ自分で捨てるってことはないわよね。しかも10キロも離れた場所に、警察もそう考え、犯人が捜査を、錯乱させるためにわざと10キロも、離れた場所に捨てたんじゃないかって、結論に至ったぜ。そして事件当日、サラリーマンと別れた後、彼女はまだ終電があったからか渋谷の、道玄坂で道行く男性に声をかけていたそうだ。いつもの夜の仕事ね。8日の23時頃、黒いジャンパーを、着た男性と話す渡辺さんの姿が、目撃されているんだぜ。その45分後の23時45分、渡辺さんと黒いジャンパーを着た男性が、現場となったアパートの空き部屋に、入っていくのを、一人の青年が目撃しているんだ。その男性が渡辺さんが殺される前、最後に会った男性ということで、間違いないわよね？その可能性が高いな。そして、事件から2ヶ月後、犯人が逮捕されたんだ。その犯人が、目撃されていたジャンパーの男？それが、そうじゃないみたいなんだぜ。じゃあ、逮捕についても説明していくぜ。事件発覚から2ヶ月後、警察はある男性を強盗殺人罪として逮捕。その逮捕された男性は、第一発見者のネパール人男性だ。第一発見者が犯人なんて、
本当にあるのね。でもこの逮捕には多くの疑問点が残っているんだ。それも説明していくぜ。なんでこのネパール人が逮捕されたの？第一発見者だからってだけで逮捕しないわよね。現場には使用済みのコンドームがあったのは覚えてるか？そのコンドームの中に精液が付着していたんだが、その精液が逮捕されたネパール人のものだったんだ。急展開ね。じゃあ最後に会っていたと思われる黒いジャンパーの男性はそのネパール人だったの。だがネパール人男性とジャンパーの男性を同一人物だと判断するには少し辻褄が合わない部分が出てくるんだ。これからはネパール人男性を G さんと呼ぶぜ。G さんは事件当日、職場である千葉のネパール料理店でいつものように出勤していたんだ。その日のタイムカードの記録によると、22時くらいまでお店にいた G さん。そこから事件があったアパートに着くのは24時。それじゃ、23時45分に目撃された、黒いジャンパーの男性が G さんというのには、無理があるわね。しかも G さんは現場となったアパートの、隣のアパートに住んでいたんだ。そんな近くに住んでおきながら、渡辺さんを10日もそのまま放置するなんて、普通はしないと思うんだが。まあそれは何とも言えないわね。G さんは逮捕されて、罪を認めたの？もちろん否定したぜ。でもコンドームには彼の精液が付着していたんでしょ？そのことについて G さんは、渡辺さんとは、事件前に関係を持ったことを証言しているんだ。彼が彼女と初めて関係を持ったのは、事件の3ヶ月前、仕事から帰っていた G さんに渡辺さんが、セックスしませんかと声をかけられたが、G さんはホテル代がないと断ったんだ。でも渡辺さんがどこでもいいというので、G さんの部屋で行為に及んだんだ。その後も何回か渡辺さんは G さんに声をかけ、2回目は現場となった空き部屋で行為に及んだ。ちなみに、その部屋の鍵は G さんが持っていたんだ。G さんはアパートの管理を、任されていたってさっき言ってたわね。そして2月25日から3月2日のいずれかの日に、G さんはまた渡辺さんに声をかけられ、同じように現場となった空き部屋を利用。その時に使用したコンドームが、証拠として挙げられたコンドームだな。じゃあ事件当日より前から、その使用済みのコンドームは存在していたのね。結果、第一審で彼は無罪と判決されたんだ。だが控訴審にて、彼は有罪判決を言い渡されるんだ。なんで？無罪って言われたんじゃないの？現場に残されたものが彼のものであったり、いくつかの状況証拠から、彼は有罪となり、無期懲役を言い渡されたんだぜ。でもこの判決に納得できない彼の支援者が動き、驚くべきことが次々と判明したんだ。まず、現場から10キロ離れた場所で、見つかった渡辺さんの定期券から G さんの指紋は検出されなかった。また、定期券が見つかった場所に、G さんの知り合いはおらず、土地勘も、全くない道の場所。そんな場所にわざわざ行くだろうか？さらには現場からは16本の体毛が、採取されたんだが、そのうちの12本が、渡辺さんと G さんのものだったんだぜ。じゃあ残りの4本は？それが誰のものだったのか、最後までわからなかったんだ。弁護側は再審を請求し、現場で見つかった。物証のうち、DNA 鑑定をしていなかったものを、鑑定するように検察側に要求したところ、渡辺さんの遺体から採取された精液から、検出された DNA は G さんのものと、一致しないこともわかったんだ。別人が事件の日に、渡辺さんと、行為に及んでいたってことね。しかも精液から検出された DNA、なんと現場に残されていた。誰のものかわからない体毛と一致したんだぜ。どんどん G さんが犯人から離れていってる気がするわ。さらに驚くことに、遺体から採取された、精液と G さんの血液型が一致しないことは、事件発生後すぐにわかっていたことなんだ。じゃあ第三者が存在することは、最初から知っていたの？その第三者を深く調べずに、G さんを逮捕したんだぜ。なんだか闇を感じるわね。警察って真犯人を見つけるためにいろいろな証拠を、細かく調べてくれるんだと思ってたわ。まあそれは置いておいて、渡辺さんの体内から採取された精液と、G さんの血液型が違うって分かったら、すぐ無罪って証明できて釈放されるんじゃない？ G さんが釈放されたのはそれから12年後だ。12年もの長い間、犯罪者として生かされていたの？体内から採取された精液と G さんの、血液型が違うという決定的証拠が出ても、検察側は有罪を主張していたんだ。決定的ではない、とな。ここまでの証拠でも決定的じゃないのね。じゃあ G さんは何の証拠で無罪だって証明できたの？渡辺さんの爪から採取された DNA が、体内に残されていた精液の DNA と一致したからだぜ。その証拠が出てすぐ無罪主張に転換したんだ。ますますその第三者が怪しいわね。G さんは無罪が証明されてよかったわ。だが今現在も真犯人は見つかっておらず、
未解決事件になってしまっているんだ。この事件を軽くまとめるぜ。被害者は東電で働く渡辺康子さん。仕事もできるエリートウーマンだ。だがそのエリートウーマンにも、裏の顔があったんだな。夜になると自ら男性に声をかけ、自分を売る生活。そんなある日、ボロいアパートの空き部屋で、首を絞められなくなっている、渡辺さんが発見された。そして事件から2ヶ月後、第一発見者の、ネパール人 G さんが逮捕された。現場には G さんの体毛と使用済み、コンドームから G さんの精液が見つかったんだ。でもその精液は、事件より前に、渡辺さんと性行為に及んだ時のものだったのよね。そして調べていくと、G さんではない。体内から採取。さらに爪からも、同一人物の DNA が採取されたんだ。そのことなら、G さんは無罪と判決され、謎の第三者が誰だったのか今もわからず、真犯人も謎のまま、もやもやする事件ね。今回は東電 OL 事件を解説したが、霊夢はどうだった？証拠はたくさん残されているのに、なぜこんなにも真犯人が捕まらないのかしら？っていうのが感想ね。最初から第三者の存在を知っていたのに、それを無視して、無理やり G さんを、犯人に仕立て上げるとか、しかも、爪から第三者の DNA って、そんなのまず最初に調べるものなんじゃないの？無駄に遠回りして、事件解決が、遅れたって思っちゃうよな。事件発生からかなりの時間がかかって、しまったけど、一刻も早く真犯人が、見つかることを祈るわ。みんなもこの事件についてどう思ったか、コメントしてくれよな。というわけで今回は、東電 OL 事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。メガネもコンタクトレンズも残し、突然失踪。高見イタルさん行方不明事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。今回は。あれ、霊夢がいないんだぜ。おい霊夢、どこに行ったんだ？呼んだ？なんだいたのか霊夢。ちょっとコンビニに行ってたのよ。今日から新発売のジュースがあったから、霊夢が行方不明になったのかと思って、一瞬焦ってしまったぜ。私が行方不明？そんなことあるわけないじゃない。わからないぞ。実際に突然行方不明になってしまった人は大勢いるんだから。そういえばコンビニにビールを買いに行ったような様子が、家に残されたまま、失踪してしまった男性がいたな。え、何それ？強盗とかの形跡がなかったってこと？まあそういうことになるな。詳しく聞きたいわ。解説お願い。わかったぜ。ということで今回は高見イタルさん行方不明事件を紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。失踪したのは高見イタルさん。昭和34年10月11日生まれで、当時は43歳。身長は170センチの体重60キロ。家ではメガネを着用しており、外出するときは必ずコンタクトレンズをしていたんだ。当時は兵庫県にある尼崎市に住んでいて、地方公務員をしていたんだぜ。地方公務員なら生活に余裕がありそうだから、わからないけど、金銭的な理由の自殺とかは考えにくいわよね。ここからは失踪が発覚するまでについて解説していくぜ。イタルさんは地方公務員として働いていたわけなんだが、10月6日に無断欠勤することになる。イタルさんの上司がその日職場に出勤しないのを、不審に思い、自宅マンションに訪問することになるんだ。何か事件や事故に巻き込まれている可能性もあるものね。イタルさんが住んでいるマンションに到着し、インターホンを押すも、イタルさんからの応答はなかったんだ。そのことから自宅にイタルさんがいないと判断し、心配した上司は警察に相談することにした。ちょっと展開が早いようにも思うけど、本当に何か事故に巻き込まれていたら、早いに越したことはないわよね。自宅で意識を失っている可能性も考えた上司は、無断欠勤をして心配している。親族の方が了承を得られれば部屋に入りたいとして、警察からイタルさんの弟に電話で連絡をするんだ。その時に電話に出たのはイタルさんの弟の妻で、ぜひ室内を確認してほしいと答えていたそうだぜ。それで室内にイタルさんはいたのかしら？親族からの了解を得た上司と警察は、室内を調べるんだが、イタルさんの姿を見つけることはできなかったんだぜ。連れ去られた可能性とかもありそうだけど、室内が荒らされた様子どころか、無理やりドアをこじ開けた痕跡もないことから、外出時に失踪したと考えられているな。失踪が発覚した翌日の7日もイタルさんは職場に出勤せず、上司は再度警察に相談することにしたんだ。相談を受けた警察は今日も無断欠勤をしている。上司と話してみてはどうか、と電話で連絡を取っているぜ。仮にリフレッシュとして1日休んだならまだしも、
連続で無断欠勤は心配になるわよね。イタルさんの弟は警察から連絡を受けた後、父親にこのことを相談するんだ。父親は連絡を受けて、すぐに静岡から新幹線でイタルさんのマンションに向かった。マンションは兵庫県尼崎市の、阪急塚口駅の近くに位置しており、防音構造の部屋に凝った音響機材などが備え付けられていて、他にもイタルさんの充実した生活を、感じさせるものが多く見つけられているんだ。仕事に嫌気がさしてとか金銭的な理由で失踪した線は、やっぱり考えにくかったのね。そういうことになるな。室内は日常そのもので、さっき話した通り荒らされた痕跡もない。テーブルの上には新聞紙や雑誌などが置かれており、近所のコンビニにビールでもフラッと買いに行くような感じだった。とイタルさんの父親が後に語っているぜ。まさにさっきまでここにいたかのような部屋だったんだ。え、じゃあ通帳やキャッシュカードとかも、そのまま残されている状態だったの？そうだぜ。他にも運転免許証などの貴重品も発見されていて、外出するときに必ずつけていた、コンタクトレンズも見つかっているんだ。ただ、部屋からなくなっているものもあって、普段使っていた財布と通勤用の定期券、そしていつも家で使用しているメガネだ。自然な形で物が残っているけど、だからこそ不自然な感じがしてしまうわね。他にはどんなものが見つかっているのかしら。ベッドの下から、足の裏が映されている大量のビデオテープだな。足の裏のビデオテープ、なんかその、ちょっと奇妙なビデオね。イタルさんの父親の話によると、イタルさんが幼い頃足の裏を測る、という本をプレゼントしていたらしく、その影響があってか、人の足について研究していたのだと説明されているぜ。どんな研究か気になってしまうけど、事件についての解説をお願いするわ。イタルさんの失踪後、父親はマンションの扉に、細工をして一旦帰ることにした。そして一週間後にイタルさんのマンションを訪れると、何者かが侵入した形跡を発見するんだ。もしかしてイタルさん失踪の犯人かしら？それについては全くわかっていないんだ。部屋に残されていた手帳の一部が切り取られてなくなっていたり、イタルさんのパソコンのメールが、いくつか削除されてはいたものの、誰が侵入したかまでは解明できていないんだぜ。でも手帳が切り取られてなくなってたり、メールを削除しているとなれば、隠蔽工作が考えられるわね。あ、でもイタルさん本人が何かの都合で自ら失踪して、後から消しに来た線もあるわね。当時の捜査でもそう考えられてはいるんだが、なぜ後になってからなのかがわからないのと、10月の下旬にはイタルさんと父親は会う約束をしていたし、その年の12月に母の13回忌があり、必ず出席するとも言っていたんだ。そうなると、自分からの失踪は考えられなくなってしまうのね。そういうことだ。また、イタルさんの失踪後、父親はメディアへの出演や、新聞などのインタビューにも答えていて、息子を捜索している間の経済的負担、親としての精神的負担は筆舌に尽くしがたい。もしや息子に何か悪いところがあったのではと考えたが、誰に聞いても息子は真面目で優秀であったと言われる。私としては息子に悪い事実でもあれば、また死亡の事実が判明すれば諦めがつき、少しは心穏やかに過ごせるものと思っている、と辛い心情を語っていたんだ。その後はイタルさんの行方を探しつつ、行方不明者や自分で命を落とすことに対して取り組むための、公的な機関の設置を求めるなど、懸命な活動をしていたんだぜ。自分の息子のことだけでなく、同じ境遇の人の、助けになるような活動もしていたのね。しかしイタルさんの父親は重い病気を患ってしまい、2015年の11月に息を引き取ってしまったんだ。イタルさんと再会することは叶わなかったのね。この事件は、未解決事件として、真相が明らかになっていないものの、ネット上ではいくつかの考察がされているんだぜ。一番有力とされている説はどんなものがあるの？上司が犯人であるという説だな。え、上司が？確かにイタルさんの家に入って確認したいとは言っていたけど、それくらい親密な関係にあったからだと思っていたわ。自分の部下が無断欠勤となれば、確かに心配するのも自然なことではあるんだが、警察に相談している時点で、何かしらの事件や事故に巻き込まれているかもしれない、と判断したことになる。そうなれば、自分が動くよりも、警察に任せるだけで十分なはずなんだぜ。これについて上司の行動が不可解と考えられているんだ。そう言われてみると、上司の行動は少しおかしい気もするわね。とはいえ、何も証拠がないのも事実で、単に心配性で部下思いの上司だったと思うと、頭を悩ませるんだぜ。他にはどんな考察がされているのかしら？特定失踪者なのでは？という考え方だな。特定失踪者って、普通の失踪者とどう違うのかしら？特定失踪者は、北朝鮮に拉致された、可能性がある失踪者のことなんだ。
失踪者を調査するための、団体特定失踪者問題調査会が発足されているんだぜ。失踪前に21万円を引き落としていることから、外出時に拉致されたと考えられてはいるものの、北朝鮮拉致の可能性は低いとも言われているな。え、どうして？もし飛行機を使用しているなら履歴が残るし、船を使っていたとしても何かしら証拠が残るものなんだ。全く証拠を残さずに国外へと、拉致しているのであれば別だが、そういった証拠や痕跡がないために、拉致ではないとも考えられているんだぜ。また、この事件について警察などから、公表されていない情報が多すぎるのも問題になっているな。私も思ったのよね。上司がイタルさんに電話などをしていなかったかとか、イタルさん自身が電話やメールで連絡を取っていなかったとか、そういった話がないのに少し違和感があったわ。そうだな。それについても情報が公表されていないし、防犯カメラについても触れられていないんだ。そういえば、マンションって防犯カメラとかあるわよね。映像についての情報も公表されていないの？全く情報がないんだぜ。本来であれば警察が確認してるはずだし、父親が細工をしてから一週間後に、誰かが侵入しているとなれば、カメラに人影があるはずだ。でも警察側はそういった情報を、公表していないのも不思議なんだぜ。また、2009年にイタルさんの父親は、失踪の原因についてはある程度わかったが、所在については全くの不明であり、すでに死亡していることも考えられる、と語っているんだが、それについての情報もまともに明かされていない状態なんだ。かゆいところに手が届かないわね。何かが起こっているかもしれないけれど、警察も今は亡きイタルさんの父親も、情報を明かさずに未解決事件としてだけ発表されているわけね。ネット上では警察黒幕説なんて話もあったが、根も葉もないことばかり書かれているし、その他についても現実性がないため、ここでの紹介は控えておくぜ。警察が怪しいって思うのも少しわかるけど、それにしても情報がなさすぎるものね。ちなみに足の裏のビデオについて、今回の事件への関係性なんかはなかったのかしら？失踪前に防音構造のマンションで、足の裏の研究をしていたこと自体が不可解で、事件に関係しているとも考えられたらしいんだが、父親の渡した本がきっかけであると解説したように、単純にイタルさんが関心を持って、研究していただけだと言われているな。イタルさんの父親は、亡くなるまで、兵庫県に何度も足を運んで、失踪した息子の捜索に当たっていたそうなんだ。そのため、失踪発覚後から、間もなくして仕事も辞めているんだ。そして病気で亡くなる最後の最後まで、息子であるイタルさんのことを考えていたそうだ。自分の家族が失踪してしまえばそうなるわよね。イタルさんの他にも行方がわからなくなっている方たちもいるわよね。そういった方たちも見つかることを心から願うわ。どんなことが原因かはわからないが、もし無事に戻ってこれるのであれば願ってしまうものだな。あれ、マリサどこに行くの？霊夢が買った新発売のジュースが気になってな。ちょっとコンビニに行ってくるぜ。ちゃんと帰ってくるわよね。マリサ、私も行くわ、ちょっと待って。というわけで、今回は、高見イタルさん行方不明事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。ゆっくり解説。エリートが駅に車を突っ込み、死傷15人の惨劇、下関通り真上安明事件。どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサはいつも何で移動してる？私は大体自転車だな。最近電動のを買ったんだ。すごく楽ちんだぜ。いいなぁ。私は電車なのよ。人が多くていつもげんなりしてるわ。ああ、駅にも車内にもいろんな人がいるからな。ちょっと前なんか、ドアの前を高校生が陣取ってて、全然降りられなかったんだから、私も真面目に自転車の購入を考えようかしら。運動にもなるしおすすめだぜ。それに、駅で起こった恐ろしい事件もあるしな。え、そんな事件があるの？詳しく教えてほしいわ。じゃあ早速、下関通り魔事件、を紹介していくぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介する、下関通り魔殺人事件、は、秋葉原通り魔事件、や、名古屋市連続通り魔殺傷事件、池袋通り魔殺人事件、などとともに、日本で起こった通り魔殺人事件の一つとして有名なんだぜ。名だたる通り魔事件じゃない。それと同じくらい有名な事件ってことは、相当な被害が出たんでしょうね。その通り、白昼の街で対象を選ばず無差別に、殺傷する通り魔事件は、殺人事件の中でも特に恐ろしい事件だ。この事件では5人死亡、10人負傷という被害が出たぜ。5人死亡して、10人負傷？犠牲者がめちゃくちゃ多いわね。駅にいた人はびっくりしたでしょうね。この事件は車と包丁を使って、
無差別に一般市民を殺傷した事件なんだ。事件は山口県の JR 下関駅構内で起きたぜ。ん？車？残忍な方法ね。でも駅でどうやって車を使ったの？1999年9月29日に事件は発生した。午後1時20分過ぎに犯人は、JR 下関駅近くのレンタカー会社で普通乗用車を借りた。午後4時25分、犯人の運転する車は、下関駅のガラスドアをぶち破り、駅構内のコンコースに飛び込んだんだ。なるほど。車に乗ったまま駅に突っ込んだのね。かなり危ないっていうか、頭のネジが吹っ飛んでるわ。間違いないな。走り続ける車に駅構内の歩行者が跳ねられ、車のボンネットに歩行者が跳ね上がった。そのまま車は停止することなく、駅にいた人たちを次々と引いていったんだ。車では最終的に7人が犠牲になったんだぜ。駅で車が暴走するなんて、誰も想像できないわよね。でも7人。さっきは全部で15人って言ってなかった？犯人の凶行は、車の暴走だけではなかったんだ。車で人を引きまくった後も、まだ犯行を重ねたの。一体何をしたのよ？犯人は車で人を引いただけでなく、なんと刃物を使ってさらに犯行を重ねた。止まった車から降りた犯人の手には、刃渡り18センチの包丁が握られていたんだ。そして犯人は改札を通過し、ホームに駆け上がりながら、階段ですれ違った一人に切りかかった。さらに行き着いたホームでも、逃げ惑う人々7人に無差別に切りつけたという。刃物で合計8人もの人を手にかけたのね。車での暴走から刃物での凶行まで、たった数分間の出来事だったとされてるけど、最終的に死者5名、重軽傷者10名という惨事が、引き起こされたってわけだ。車に轢かれ、包丁で切りつけられた15人の被害者たち。どの被害者もたまたまそこに居合わせただけなのに、普段使ってる最寄り駅で事件が起きるのはゾッとするわ。この事件では5人の方が亡くなっている。事件から丸9年を迎えた2008年、遺族たちは事件の現場であった JR 下関駅を訪れ、花を手向けて被害者の冥福を祈ったんだぜ。悲しいわね。事件から何年経っても、遺族や被害者の心の傷が癒されることはないからね。それにしても、なんで犯人はこんな大事件を起こしたのかしら？それじゃあ、この事件の犯人のことを説明していくぜ。この事件の犯人は上辺康明。上辺は1964年下関市の隣町である豊浦町で生まれ、学校の教師をしている両親と妹が一人の4人家族だった。一般的な家庭に生まれたのね。両親二人とも教師なら、結構厳しい家庭だったんじゃないかしら？その両親がいたおかげで、上辺は高校では真面目な勉強家で、トップクラスの成績だったようだ。順風満帆じゃない。その後、このような事件を起こすなんて想像できないわ。上辺は一浪したが、名門国立大学である、九州大学工学部建築学科に進学した。大学に入るまで熱心に勉強に励んできた上辺は、大学では思い切って遊ぼう、と考えていたそうだ。高校まで勉強ばかりしていたタイプが、大学でははっちゃけるパターンね。だが、上辺は対人恐怖症があり、大学生活はうまくいかず、みんなが自分のことを嫌っているのではないか、と思い始めたんだぜ。うまくいかないのを他人のせいにするのは良くないけれど、対人恐怖症であれば仕方ない部分もありそうね。そうかもな。そして上辺は大学は卒業したものの人間関係が苦手だったため、就職もうまくいかず、心配した両親は上辺の神経治療を始めたんだぜ。ますます世の中に恨みを抱いていったのね。上辺は1985年に福岡の精神病院に入院してるぜ。その後、いくつかの職を転々とし、上辺は福岡市内の建築設計事務所に就職する。そして仕事をしながら、一級建築士の資格を取得した上辺は1992年に事務所を退社し、自身の建築設計事務所を開いたんだ。さすが学年トップなだけあるわ。でも就職もできて自分の設計事務所も建てるとは、人生は徐々に上向きになってきたのね。そしてなんと、事務所開設の翌年には結婚相談所で、出会った女性と結婚もしたんだぜ。結婚もできたのね、よかったわ。人生が上向きになっていた上辺だったけれど、徐々に陰りが見え始めた。自分の事務所を立ち上げて、結婚までしたのに、何かあったの？事務所がうまくいかなくなっちゃうんだよ。どうしてよ。妻も二級建築士の資格を取り夫をサポートしたんだが、上辺はもともと人間関係が苦手だっただろ？確かにね。まさかそれが原因で。その通り。個人事務所だから、自分で営業もしないといけないし、お客様との対応もしないといけないんだ。それは人間関係が苦手な上辺にとっては、地獄かもしれないわね。そして上辺の事務所はやがて立ち行かなくなり、事務所を畳むことになる。次第に将来への不安が膨らみ、
1998年1月中旬、上辺は、夫婦で実家の両親と同居することにしたんだ。そうなのね。まあ一旦、実家で暮らすのもいいじゃない。ところが、その頃上辺の妹が出産のため里帰り中で、両親から同居を断られてしまったんだぜ。ええ？困っている息子を助けられないなんて、状況が状況だから、仕方ないんだろうけど。そんな経緯から、2月には上辺が一人だけ、山口県豊浦郡の実家に戻ることになった。そして実家に戻った直後から、上辺は気に入らないことがあると母親をこづいたり、家のものを壊したり、両親を怒鳴ったりするようになったんだ。両親が夫婦の同居を認めず、妻と別居状態になったことを恨んでいたからだな。確かに同居を断られたのはムカつくかもしれないけど、両親に暴言や暴力を振るうのは良くないわ。間違いないな。でも上辺は3月から病院の精神科で治療を受け始め、症状が改善してきたのか、実家の農業の手伝いを始めた。一方で上辺の妻は、二人が新婚旅行で行ったニュージーランド移住の意思が、固かったそうなんだ。せっかく上辺が良くなり始めたのに、一難去ってまた一難ね。夫婦は話し合い、妻が単身でニュージーランドで1年間暮らした後、帰国して上辺の実家で一緒に生活するということで折り合いをつけた。対人恐怖症の上辺が、ニュージーランドで暮らすのは少し心配ね。そして妻は同年5月、ニュージーランドに出国した。上辺は通院で様々な精神症状が軽減したこともあり、定職について妻の帰国を待とうと考え始めたんだ。お、ついに上辺が仕事をし始めるのかしら？そんな時、貨物運送業者の募集を知ったんだ。営業や交渉が不要な、この仕事なら自分に向いていると考えた上辺は、10月頃に事業説明会に参加した後、そこで働き始めたぜ。よかったわね。対人恐怖症も心配ない定職につけたのね。そして軽トラックを約160万円のローンで購入し、1999年2月から仕事を始めた。上辺の考えた通り、軽貨物運送の仕事は性に合っていたようだな。ふむふむ、仕事もうまくいきつつあったのね。それじゃあ、あとは奥さんが帰ってくれば元通りになるわ。ところが、そこまでうまくいかなかった。上辺は仕事に励みつつ、妻の帰国を心待ちにしていたんだけど、6月中旬に帰国した妻から突然離婚を求められてしまうんだ。ええ？どうして？理由は定かではない。もちろん上辺は離婚には反対だったけど、妻から強く求められたのでやむなく承諾してしまったんだ。せっかく妻のために仕事を頑張っていたのに、しかし両親が離婚を強く反対したから離婚届は出さなかったが、7月には妻が家を出て行ってしまったから、事実上の離婚状態となったんだ。そうだったのね。それでも上辺は諦めなかった。一人でニュージーランドに移住する費用を稼ごうと、仕事に取り組むんだ。奥さんがいないのに、せめて奥さんの願いを叶えてあげたかったのかもね。だけど、ここでも上辺に不幸が襲う。不幸はもういいわよ。なんと台風の影響で、上辺の軽トラックが使用不能になってしまった。そして130万円のローンを残して廃車となってしまったんだ。車のローンだけが残り、移住の夢も破れた上辺は、自暴自棄になったんだぜ。大学を出て満足な就職ができず、運送業もこのようなことになってしまって絶望しちゃったの。その通り。そして上辺の思考は悪い方へと流れていくんだ。惨めな自分に引き換え、他の人たちは上手に生きている、ってな。次第に、自分は世間から不当に冷遇されてきた、という怒りの感情が湧いてきて、上辺は周りの人に恨みを抱くようになるんだ。ああ、だから、無差別な通り魔事件を起こしてしまったのね。上辺は自殺もよぎったみたいだけど、どうせなら大量殺人をして、誰かを道連れにしてやろう、と考えた。そうすれば両親や世間に対する怒りも、一気に晴らすことができると思ったんだな。確かに上辺だけのせいじゃないけど、周りの人たちのせいでもないわよ。そうして上辺は犯行を決意、両親には仕事を続けると言って安心させ、犯行の計画を練っていった。車で何人か引いてから包丁で人を襲うってことは、前もって準備されてたことだったのね。そうだ。さらに上辺は犯行直前に多量の睡眠薬を飲んでおき、犯行を終えた頃に薬が効いて自殺も完了する、という算段を立てていたそうだ。何人もの人を道連れにして、自殺するつもりだったのね。そうだな。そして上辺は逮捕後、犯行の3週間前に起きていた、池袋通り魔事件を意識して犯行に及んだと供述したんだ。彼はこの事件を反面教師として、池袋の事件のようにナイフを使ったのでは、大量に殺せないので車を使った、と後半で述べているぜ。かなり計画的ね。ここまで上辺の人生を紹介したけど、この上辺と同じ人生を歩んだとしたら、誰でも上辺と同じようなことをすると思うか？どうでしょう。でもそれでも人を殺害してもいい理由にはならないわ。4
下関通り魔殺人事件の裁判では、上辺の精神状態が最大の争点になった。なるほどね。精神障害者とされる者は責任能力がなく、軽い刑で済んだっていう事件はよく見かけるわ。対人恐怖症や様々な精神疾患があったからな。でも2002年9月20日、山口地裁は上辺の責任能力を完全に認め、史上稀に見る凶悪な犯罪、動機に侵蝕すべき事情もない、と上辺に死刑を言い渡したんだぜ。責任能力がないくらいの精神病患者であれば、犯行計画を立てることなんてしない気がするものね。しっかり精神鑑定が行われた結果だから、その後の高裁や最高裁でも死刑判決は覆らなかった。2008年7月11日、最高裁も被告側の上告を棄却し、死刑が確定したんだ。死刑執行するのにも時間がかかるというけど、もう死刑は執行されているの？2012年3月29日、死刑執行となった。ちなみにこの日は、全国で3人の死刑囚の死刑執行が執り行われたんだ。同時に3人も死刑になったのね。それはかなり珍しいわ。そして話は変わるけど、この事件は被害者への賠償金に関して、物議を醸した事件でもあった。賠償金ね。死亡した5人もそうだけど、負傷した10人にもしっかり行き渡ってるわよね。問題だったのは、被害者が殺傷された原因によって、賠償金額に大きな差が出たことだ。賠償金額って人によって変わったりするの？車に跳ねられた被害者には、自動車保険によって、3000万円の賠償金が支払われた。一方、包丁で殺傷された被害者は犯罪被害者給付金の対象となり、こちらの上限は1079万円で、しかも様々な制限があって実際に支払われたのは、たったの300万円程度だったんだ。え、同じ事件の被害者でありながら、これだけ賠償金額に大きな差が出るなんて驚きだわ。その通り、この事件をきっかけに犯罪被害者に対する、保障制度が見直されたわけだな。2001年、犯罪被害者支援法に関して、犯罪によって亡くなった被害者の保障範囲の拡大や、賠償金の支給金額の見直しが行われたんだ。でもどうせ制度の見直しをするなら、事件が起きる前に改正してほしかったわね。生い立ちがとても不幸ばかりで、自暴自棄になるのはわかるけど、それで関係ない人を憎んで事件を起こすのは間違っていると思うわ。その通りだな。お門違いにも程があるぜ。うまくいかなくて人間不信になることはあるけど、ちゃんと自分を見失わずに生きていきたいわね。というわけで今回は、下関通り魔殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。